ニコニコプレスチャンネル本日2本目の生放送でございます。ここからプロレスリング01横浜ラジアントホール大会、横浜プロレス祭り2015ゴールデンウィークの最終興行を行います。コメンタリー実況は鈴木健です。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。多分今はですね、現場音が切られていると思います。なぜならば、なんと申しますか、ネット上ではちょっと流せない曲が、今入場式で使われております。なんて言って言いますかね、これは、日本語に直すと少年ですね。日本語に直すと少年という、バンドの曲を使っておりますので、おそらく現場は流れてないですね、今ね。はい、もう少ししましたら、現場音が流れますので、現場の音とコメンタリー実況の音の調整を、行いますので、コメントの方で、OK かどうかを流していただきたいと思います。5月4日から始まりました横浜プロレス祭り2015ゴールデンウィーク、1日2大会3日間計6大会が行われるということで、初日はアイスリボンとシークレットベース、昨日、5月5日、2日目はアスカプロジェクトとレイナ女子プロレス、そして本日3日目最終日は昼が先ほどプロレスリングフリーダムスの大会が行われ、トリを務めますのはこちらプロレスリング01でございます。昨日ですね、コラケンホール大会を行いまして、盛況のうちに、幕を閉じましたが、間髪入れず休みを入れず、この日横浜ラジアントホール大会でございます。昼もそうだったんですけども、実は今日機材の関係でございまして、モニターを一切、なくモニターがなくてですね、横浜ラジアントホールのアリーナの外を出ましたロビーに、実況席があるんですが、大理石の壁を隔てて漏れてくる音のみで、確認しております。モニター、映像の方のモニターあるんですが、音の方のモニターがない関係で、お昼もそうだったんですけども、ちょっとマイクで言ってることが、僕の方が聞き取れませんので、その辺はご了承いただいた上で、視聴いただければなと思います。よろしければ、コメントの方でマイクのやり取り等を、流していただけましたら、僕の方も把握した上で、実況ができますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。まあ、そんなですね、ほとんどマイク昼間もフリーダムスの大会聞こえなかったんですけども、まあ、例によって大きいの声だけはガンガンに聞こえますね。さすが沖田さんでございます。はい、大きいの声だけは大理石だろうがなんだろうがここまで伝わってくるわけでございますよ。大理石ブレイカーの異名を、捧げたいと思います。大きいには、ただいまより全試合を開始いたしますと言っておりました。ただいまより試合を開始いたしますだよって、ただいまより全試合を開始いたしますというオリジナリティあふれるコールが横浜ラジアントホールに響き渡り、壁を飛び越えてこちらのロビーまで届いてまいりました。はい、全試合、1、2、3、4、5、6、全6試合をいきなりやるんですかね。一気にご来場いただきまして誠にありがとうございます。それでは全選手を代表いたしまして、本日まさかの選手とタッグを組みビッグソマンチームに登場いたします。一つのリングで4試合全部やったセラリサ選手より皆様へご挨拶申し上げます。ししてうわー待たせたな、まさかのじゃ横浜プロレス祭り最終日、うぬら存分に楽しんでいくがよい。うわはい、というわけで、滞りなく挨拶も終わりました。ふはははははと笑っておりましたね。どうなんでしょうか、リングネーム的には 1日限りの何かに変わるんでしょうか。一応紹介ではね、中身の人の名前が紹介されたんですけども、試合に、なった時はなんか別の名前がついているかもしれません。とりあえずフハハハハとだけは壁越しに聞こえてまいりました。そんなご挨拶でございました。2015、それではここで皆様に今一度お願いがございます。
試合中は場外ランナーのニコプロ的なゼロワンさんも久々の放送ということでございまして、ありがたいお話でございます。私も実は初めてゼロワンの方を実況させていただきますけども、サムライ TV のゼロワン実況の塩野さんに負けない感じでやりたいと思いますね。まあ、負けてもいいんですけどね、全然そこは勝ち負けじゃないんで、別に負けても一個に構わないんですけども、私あの AB 型なので、あの勝ち負けにこだわらないですね。最終的に視聴者の皆様が楽しめれば、勝ったも負けたもないわけでございます。そうなんですよ、勝負しなくてもいいんですよ。売店の方におきまして、抽選会との交換をしていただきたいと思います。ぜひ売店の方までお越しいただきますようよろしくお願いいたします。はい、そしてこの横浜プロレス祭全6大会生中継の恒例となっております。特殊の場合によりましては、会場内で暇そうにしている選手の方を、お呼びしまして、何と申しますか、飛び入りのゲスト解説が、いらっしゃる場合がありますので、そちらの方も楽しみにしていただければと思います。ちなみに昼のフリーダムスは松田圭蔵選手、そしてジン・ウィンガー選手、そして源太郎選手にいらっしゃっていただきました。そんな中、第1試合でございます。この曲が流れてますか？流れてない。直訳するとポリスポリスじゃねえや、警察物語と、まあ、張雲紫龍さんですね。はい、張雲さんですね。はい、非常に超音さんチックな曲が、横浜ラジアントホール内では流れておりますが、放送上は、超音シリウさんに怒られてしまう可能性がございますので流しておりません。第1試合は 3way マッチでございますね。ジュニア3人による 3way マッチ、日高行くと藤田峰夫、ジェイソンリー、この3人による 3way マッチでございます。この3人の、における3ウェイマッチでこの曲となると、そうですね、まさかこの曲で日高郁人選手は入ってこないでしょうから、ようやく入ってまいりました。 3A マッチ1人目の入場でございます。ジェイソン・リー、香港出身のプロレスラー、現在22歳の若者、昨年の元日にゼロワンに正式入団しております。元ジュニア二冠王者でございます、ジェイソン・リー。続いて入場でございます藤田峰夫。昼間のフリーダムスマンモス佐々木カムイというね、ダブル MF タッグが、出場しましたが、こちら藤田峰夫もプロのキャリアはダブル MF からスタートいたしました。現在はゼロワン所属としてジュニアの一役を担っております。NW インターナショナルジュニアヘビー級、そして NW インターナショナルライトタッグも保持したことがあります藤田峰夫。第1試合 3ウェイマッチ、3人目の入場となります日高郁人。
前日となりますね、昨日でございますけど、後楽園ホール大会、田中稔が保持しております。インターナショナル NW 世界ジュニア2冠戦に挑戦しましたが、王座奪取ならず。バトラーズ時代の先輩であります田中稔選手に敗れ、ゼロワンへのジュニアの2冠奪還を成功させることができませんでした。気持ちを入れ替えてのこの横浜ラジアントホール大会オープニングマッチへの登場です。放送を通じてちょっと日高さんに謝っておきますけど、2015年今年の、年賀状を日高さんに送ったところ、住所が変わっていた模様で帰ってきてしまいました。でそのまま私日高さんに会わないままだったので、2015年の年賀状を日高さんに送ることができませんでした。日高さん申し訳ございません。どうやらその前、一つ前の住所に送ってしまったようでございます。すいません。なので、ね、ちゃんと来年2016年はちゃんと無事届くようにしたいと思います。さあ横浜プロレス祭り2015ゴールデンウィークの最後を飾ります。プロレスリング01、いよいよ第1試合が始まります。開始のゴング、スリーウェイマッチでございます。自分以外の2人は敵。試合の流れも見つつ進めなければいけません。ゼロワンジュニア勢は天下一ジュニアの復活を目標に現在活動を続けております。特にこの3人の中で日高行くと天下一ジュニア再開に向けてのモチベーション、そして情熱が高い。そのためにも昨日行われましたジュニア2冠戦、田中稔からベルトを奪回しなければならなかったんですが、残念ながら奪回なりませんでした。さあマシン風車固めのように日高が藤田の左腕を固めるんですが、ジェイソンがその日高をヘッドロックに取ろうとしましたが、そのジェイソンを日高が蹴散らしました。ここは1対1となっております。日高行くこと藤田美音を、ジェイソン・リーはコーナー付近に腰を下ろしてその様子を伺っております。さあ駆け引き、どんな駆け引きが見られるのか。第1試合何も考えずに行ったら、いくら攻めていても自分が攻めていても相手にフォールしたところにもう一人の相手にカットされてしまいます。戦う、実際に自分が攻撃している相手とそれ以外のもう一人の存在、これも頭に入れてやらなければいけません。スリーウェイマッチ、ヘッドロックの術つなぎ、ジェイソンの頭を締めるのが藤田の頭を締めるのが日高でしたが、足をかけて藤田がそれを脱出。さあここからは目まぐるしい攻防になってまいりました。アームドラッグで藤田の動きを止めますが、藤田もヘッドシザースを狙う、それをすぐさま日高が脱出に成功。なかなか相手の動きを止めることができません。三者様子を伺っております。さあ毎回このスリーエアマッチが行われるとき、手四つに行こうとするとき思うんですけど、小物の場合は手四つと言っていいのか手六つと言っていいのか、どっちなんですかね。これはね、手は6本あるので手六つって言った方がいいんでしょうか。そんな中ジェイソンのみが両替に出されます。ここは日高と藤田、日高のドロップキック、ジェイソンに続き藤田も両替に置きます。さあ一人リングに残った日高、狙うのはプランチャーではない、プロンの折り立ち。さあケブラードを狙ったんでしょうか、しかしそれをジェイソンが邪魔しました。ドロップキックで両替に落とし、日高と藤田に向かって、このジェイソンがベースボールキック、これをかわされた。先ほどまで戦っていた藤田と日高が2人でジェイソンを攻めますが、日高がジェイソンを中に入れたところで、今度は藤田が日高に襲いかかる。さあこの辺は足を引っ張って、藤田ではなく日高がリングインし、ダメージのあるジェイソンに攻めにかかります。いやー攻防が目まぐるしい、言葉が追いつきそうにもありません。言葉が追いつかない場合はわーとかあーとかって言ってごまかしますのでご了承ください。わー、こちらはドロップキック外された。ストンピング、ジェイソンのストンピング、
さあこれはジェイソンがホールに行こうとしたところ、藤田が横から入って日高からスリーカウントを奪おうとしました。当然カットされる。さあ藤田が場外に落とされました。ここはジェイソン・リーと日高郁人です。藤田が入ってきてまた3人になりました。こうなると日高は後ろに目がありません。さあ首をジェイソンと藤田が首をひねっております。2人がかりで首をひねっております。これは日高にとっては厳しい。外しました。はい、というわけでございまして、早速飛び入りのゲスト解説の方にいらっしゃっていただきました。この方です、どうぞ。レスフリーダムズの佐々木隆でございます。はい、佐々木さんでございます。はい、昼の、フリーダムス非常に盛況に終わりまして、よかったですね。ありがとうございます。いや、メインもすごかったですよ。ありがとうございます。正子選手どうでしたか、やってみて。いや、あいつもね、あのデスマッチ始めたら1年も経ってないんですけど、はい、なかなかのいい狂いっぷりで、狂いっぷりで僕の笠井がこう待ってた、逸材がやっと現れてましたね。現れましたね。どれぐらい狂っていたかというのはちょっとタイムシフトの椅子に上がっておりますので、はい、この01の試合が終わった後に、昼のフリーダムスの試合をご覧になっていただきたいと思いますね。気をしながら打ち合わせてみると気まずいですからね。気まずいですからね。はい、というわけでこの第1試合ですけど、3ウェイマッチ、日高郁人、藤田峰雄、ジェイソン・リーが3人で戦っておりますけど、はい、こういう時ってのはどうなんですかね。その3ウェイマッチ、3ウェイマッチの経験は何度かありますけど、やっぱ難しいですか。難しいですね。あの、なんですか、あのやっぱ今はこの試合戦ってますので、はい、今どこでジェイソン・リーがどこかで、ね、あ、休んでますね。休んでますね。こもう体力回復するじゃないですか。はい、そしたらまたなんか仕切り直しみたいになっちゃうんです。どんなに攻めていてもスタートに戻ってしまうと、はい、そこがやっぱ 3way の難しいところですよね。さっき控室で見たことがあったんですけど、はい、3way って言えば日高が行くともう勉強させてもらいますってプレッシャーかけてたんです。 3way って言えば日高行くとって言ってきたんですか。はい、そんな話聞いたことないですよ。初めて聞きました。初めて言いましたと。いやー、それを証明するかのようなミルキックでしたね、今ね。はい、すごい。これ、この試合をきっかけに、このニコプロ生中継をきっかけに、はい、世界のスリーウェイストになるかもしれないですね。スリーウェイ、ウェイターかもしれないですね。ウェイターですか。さあ、あー、本当だ。殿が言うやいないや、途端に動きが良くなりましたね、はい、日高選手ね。お、ここもうまく、あー、しかし、藤田が2人をクロスボディで倒しました。さあここからもヘッドロック、そして足でヘッドシュートヘッドロックとヘッドシュートの2号艇で落とします。ただ藤田美濃が飛び技を狙ってるか。お呼びなさい。おお、すげえすげえすげえと重心参加ライダーさんの感じですね。すげえすげえよと。それしかやらないダイナさんでございますけども、あの先ほどちょっとコメントでどうしても聞きたいというのでですね、はい、ダイナミドウさんが今日の試合によってあの会場の交通費5000円プラスだって言ったじゃないですか。そんな話ありましたね。それがみんな気になって気になって仕方がないらしいですよ。今日の、試合っぷりで果たして5000円増えたかどうかと結果としては、はい、それがですね、ダイナミドウはバカなんで、はい、あの僕からその5000円を受け取らずに、はい、帰ってしまったんですね。帰ってしまった。バカですね。うわー、5000円出すつもりだったのに。もう出すつもりでもう握り締めてたんですね。じゃあやはり往復5000円で東京大阪間を帰る羽目になったと、はいはい、今もう大阪に向けてもう車運転してるんじゃないですかね。うわ、今もう海老名あたりかもしれないです。せっかく5000円プラス5000円用意していたのに、はいはい、第何人にとっても5000円っていうのはものすごい金額ですよ。金額ですからね、はい、いやちょっと我々の予想の斜めをこう上を行く結果ですね、はい、それはね、はい、まさか何も言わずに帰るとは思わなかったんで僕も。いやじゃあその余った5000円どうしましょうか、ね、振り込んであげてって書いてあるけど振り込みの手数料ももったいないですからね、はい、なんならダイナミドの連絡知らないですからね。知らないですからね、はい、その5000円を長く用意していただきたいと思います、はい、残念です。はい、その中スリーウェイ戦が進んでおりまして DDT からさあマヒストラに行きます。これを打ち戦った、ここがスリーウェイです。せっかく ね、はい、技を決めてもカットされてしまうという、はい、1人は常にこう手が空いてる状態になっちゃうわけですからね。はい、スリーウェイターがやられてますよ。スリーウェイター、スリーウェイターやられてますよ、はい、あー縦手法のゴールをカウント2で返します。日高行くと、お、何ですかこれは。おー、結構えぐいっすね。すごい技が決まりましたね今ね。いやー、い
今のは、まあ、高尾相馬選手のジントニックなんですけども、はい、藤田美濃選手が使うと何かオリジナルの名前があるようでしたらちょっとコメントで教えていただきたいと思います。はい、で高尾選手のジントニックみたいな技、ね、あ、これは地方遊戯を狙ったが日高がカットに入った。いやいや、これをさすがスリーウェイター本当ですね、1人2人が相手にするとスリーウェイターって感じがしますよね。あの、はい、結局あの1人でいかにその敵対する2人をこう分断してよりダメージのある方を、おスリーウェイター、ダメージがある方を投入を刺すか、これはスリーウェイの、ほら、もうやったの、すごい。すごいですね。これ勉強になりますね。勉強、本当に勉強になってますね。ほら、ほら、これだ。これ、あれ、なんだ。ハイキックがズバリと決まり、そして、ああ、岩見銀山、岩見銀山。これが噂の。はい。噂ですか。やっぱスリーウェイター勝ちましたよ。スリーウェイター勝ちましたよ。これちょっと僕控え室行ってちょっと勉強になりましたっつって頭下げるべきですねこれ。今度いつスリーウェイに出るかどうか分かんないじゃないですか。全く分かんないですけど。いや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 、佐々木隆命名スリーウェイターの名前通り、はい、第1試合のスリーウェイマッチを制しました日高一斗。しかし、表情に喜びはない。これ昨日ですね、はい、あのジュニアの2冠のタイトル挑戦したけど、はい、取れなかったんですね、田中美濃選手から。あ、田中美濃選手負けちゃったんですね。はい、それもあって、勝っても表情は硬いままなんじゃないかなと、はい、僕も0-1出てたんですけど、その試合を見ずにもう僕ちょっと移動があったんで。移動があったんですか。はい、あ、取れなかったんですね、はい、今日僕0-1後楽園終わりで僕昨日福岡行ったんですよ。え、そうだったんですか。はい、え、じゃあ一昨日ここにいて、はい、昨日は東京から福岡行っ て、で今日、今日朝5時起きで朝7時の便で帰ってきて、はい、で空港にあの車を待たせておいて、はい、もうラジアントール直入りですよこれ。本当ですか。はい、それあの昨日某団体の CEO になった方のようなハードスケジュールですよね。はい、なんだ、試合終わった後あの打ち上げがあって、はい、打ち上げに参加して一次会で帰ろうかと思ったんですけど、はい、二次会がなんかのポールダンスの店に行くっていうんでついつい行っちゃいましたよ。行っちゃったんですか。行っちゃって何をやってるんですか。二次会終わったら3時半だったんですよ。それで今日朝帰ってきたんですか。5時起きで来ましたよ。で今日メイン戦ったんですか。で今日メインでデスマッチ。タフですね、殿ね。いやもう全然、いやなんかね、高木大社長もそうです、トロも続きまして DDT 関係者みんなタフですね。いやじゃないとやっぱね、この業界は生き残れない。連続の発射が3日間6試合連続出場となります。今日メインにありますね。リレーグループ選手、なんと高校の入学と無理ですね。無理ですね。はい、もう一試合となっております。解説やってきています。そして日高さんへのお礼はよろしくお願いいたします。何ならメールでも言ってくるんで。デフィングです。さあ、第2試合でございます。あ、岡野さんだ。そうです。ヒイラギクルミウィンガー組対西良治神風組でございます。はいはい、これはちょうど殿のね解説、これぴったりですねこれ。ぴったりですねこれはね。はい、いやちょっとですね、はい、殿昼の試合、はい、ウィンガー選手があのタッコーザーに挑戦したじゃないですか。はいはいはい、ちょっとなんかずっとやられっぱなしのまま終わっちゃったんで、あの勝者の、いや、あのこれ反撃するだろうな、するだろうなと思ってるうちに、はい、最後までほとんど反撃しないまま負けちゃったんですよ。あ、で今日6体、これが6大会目じゃ全部出てるじゃないですか。そうですね、はい、ちょっと疲れが溜まってんじゃないかなと。言ってもあの昨日で42歳ですからね。あ、そうだ、昨日誕生日だったんですか。昨日誕生日です。あ、ウィンガーさん5月5日の子供の日が誕生日なんですか。はい、まさに子供の日。もうそうだったんですか。はい、もう42歳になっても永遠の子供ですよこれ。もう言えばフリーダムズ最年長なんですけど、最年長なんですけど本当に一番末っ子みたいな。もう最年長なのに一番試合数頑張ってると、はいはい、なんならあのこの横浜プロレス祭り の、はい、あの記者会見で僕がじゃあ岡野さんに全試合やらせますかなんて僕がポロッと言ってしまったがためにそう本当にそうなってしまった。はい、ああ、ただ、はい、ただ今岡野さん一番金持ってますよ。お金は持っていると。でも6大会全部出てるんで。そっか。で 6団体が全部ギャラ出てるんで。あ、確か、1試合100万ですよね。はい、うん、ということは600万を稼いでるとこの3日間で、はい、なのにこのフリーダムズ代表の佐々木隆、私はですね、はい、その600万から1円も抜いてない。あ、経営者つらいですね。経営者つらいですね。いや本当ですね、経営者のというのは本当にこう払う側ですからね、もらう側ではなくね。はい、本当そうです。
さあ3日間で600万を荒稼ぎした男 G ウィンガー。お、紙テープ飛んでますね。紙テープこの人いつもいるなって言われてますね。そりゃそうですよ、3日間出てるんですから、はい、そういう企画ですから、はい、そういう企画ですからね。はい、パートナーの柊くるみ選手とは、このフリーダムスの昼の大会で先ほども申しました通り、KFC タッグ王座に挑戦したんですが、はい、王座ダッシュならずと、はい、ただあのウィンガー選手的には、くるみ選手とのタッグを継続していきたいと。あ、本当ですか、はい、言っております。はい、でもちょっとある意味心配ですね、それは。ちょっと僕も心配なんですけど、ね、リング上だけにしてくれたらいいんですよね。まあ、もちろんリング上だけです。だけですよね。それ以外はちょっと認められないですから。ちょっとプライベートでなんかあれがあるとちょっといろいろ巻きまずい。いや、冗談じゃないですよ。アイスリボンのエースを潰さないでほしいですよね。はい、というわけでございます。対戦相手でございます。ちょっと荒々しい2人が入ってまいりました。蔡良治、そして昨日の後楽園大会で UN 新チャンピオンになりました神風でございます。あ、そうなんですか。鈴木秀樹選手に勝って。鈴木さん負けちゃったんですか。そうなんです。その大会出てるのに本当にわからないというね。はい、はい、あの鈴木さんが入場ベルトを巻いて入場しようとしてるぐらいのところでお疲れしたって僕出ちゃったんで、あ、負けると思わなかったんで、まさか昨日ですね。そうなんです、はい、ダブルアームスープレックスは出なかったんです。逆さを抑え込みに敗れてしまったんですね、はい、で鈴木秀樹の死なないプロレスがこれだと。なるほど、神風さんはにんまりしたわけでございますよ。お、杉浦徹が関係も数えてますよ。それが何か、いやいや、気が利くとこもあるな。気が利くなと、はい、いやいや、この人も所帯持ちましたからね。やっぱこういう細かいところにも、はい、気が付くようにならないとダメですよね、はい、さあ、てなわけで第2試合でございます。いやーけど、蔡良治、神風とくるみが肌を合わせるっていうのはね、はい、本当です。ちょっと心配ですね。いくらアイスリボンチャンピオンでもね、はい、岡野さんはちゃんとそれ守ってあげれるんですね。いやー、昼の試合もほとんど攻めていたのはくるみ選手でしたからね。ウィンガー選手は本当に9割5分やられっぱなしでしたから、ああ、唯一かあの技として出たのは首固めぐらいでしたね。この人本当にモチベーションあるかないかの差がめっちゃ激しいですからね。いや、でその後あのちょっとゲスト解説に来ていただいたんですけども、あ、そうなんですか、はい、なんであんなにあのずるずると一方的に負けてしまったんですかとウィンガー選手に聞いたら、はい、いや、くるみ選手が勝ってくれると思ったんで、はい、人任せだったり、人任せなんですね。がっちり人任せです、はい、昨日42歳になったばかりの大の大人が人任せしたという、はい、あんな半分以上年下の子を相手に42歳のおっさんが女子高生に頼ったというね。そういうタッグマッチだった、タッグタイトルマッチだったんですけど、どうなんですかそれは。タイトルの権威としての本当ですね。いいんですかそれで。でもくるみちゃんがね、あの岡野さんと組んでやりたいって僕に直訴してきたので、そうですね、そのね、あの女子高生の思いをちょっと叶えてあげれなかったですね、このおっさんは。そういうことになりますね。そしてこのように立ち上がりから神風ですし攻め込まれております、はい、ちょっとガス欠じゃないですか。これ昼も夜もいいとこないですね。これないですね、はい、これこのまま一方的にくるみ選手1回も出ないまま終わっちゃったらもうお話にならないですね。可能性なきにしもあらずでございます。なんといっても神風、そして蔡良治、どちらもでかい、はい、そしてパワーもある、凶暴性もある、うまさもある。この2人ってやったことあるんですかね。いやー、ないんじゃないですかね。全く印象がないですね。蔡良治とウィンガーってね、はい、これはなんか全く持ってスタイル もうなんか何かしら何も違いますね。これ接点というか共通項が何もないですよね、はい、見当たらないですね。まあ、強いて言えば2人ともプロレスラーっていうぐらいで、それ以外の共通項は何一つないですね。全く見当たらないですね。確かに斬新なカードだとコメント出ておりますけども、はい、これだけ接点がないとちょっと殿としてもちょっと展開の予測がつきづらいですよね。そうなんですね。サービストロックで切り切り前とされております。自分が思ったんですけど、やっぱ岡野さんは女子と組んじゃダメですね、はい、あ、女子と戦わなきゃダメなんだと。戦うとやる気出ますもんね。やる気出しますね、うん、はい、ただ最終的にそのやる気満々になるのは空回りするんですよね、最終的に、はい、ね、女の子相手に向きになっても必ず最後に負けるって補欠を取るっていうね。さあ、くるみが出てました。これは見ものですよ。蔡良治とくるみです。これこそ正真正銘の初対決でしょうね。初対決でしょうね。さあ、ゼロワンで反体制派として活動している蔡良治。うわ、厳しいですよ。おっと、あのくるみが一発のローキックで倒された。アイスリボンでは重量級でね、鳴らしているくるみが先手を奪われてしまいました。ひでえな、おいてすごいですね、コメントが。あ、
レスラーがリングに上がった限りは男も女もないんですけども、はい、まあ、それでもやっぱりひどいと映るんでしょうね。くるみちゃんからしたら多分あのこんなに目いっぱい高いところが叩きつけられたことは今まで一回もないと思うんですよ。ないでしょうね。そして新入りの王者神風が出てまいりました。神風さんでかいっすね。ひかりさん本当大きくなりましたよね。これでまたムーンサルトとかできるかもしれない。重爆ムーンサルトですよ。決まっちゃったらしきりに髪型気にしますけどねこの辺木戸さんの散歩ですけどね髪型、はい、これもなんかシルバーですかね、この髪の毛の色はね、はい、非常に独特な色でございます。おしゃれおしゃれですね、神風さんは。顔面をかきむしっております、ね、これくるみちゃんのお母さん見てますからね、会場で。あ、今日いらっしゃってるんですか。はい、まあ、あの、ね、6大会全部参戦するっていうんで、わざわざ横浜にホテルを取って3日間泊まりがけですごいっすね、はい、へえ。6大会ともじゃあご覧になられてるわけですね。ご覧になってます。フリーダムも見てくれてますね。その最後の試合がこんなでかい男どもと戦うというのは、これお母さん知ってないんじゃないですか、知らなかったんじゃないですかね、もしかするとね。どんな思いで見てるんですかね。いやー、これはちょっとお母さんにね、かわいいかわいい娘に声援を送っていただきたいところです。あー、ひどい。こういうことはウィンガーの方にやってほしいですよね。いやー、岡野さんもすぐさんに心折れるんでやめてほしいです。あー、そっか。岡野さんの方がそのままで試合が終わってしまうと、多分普通にギブアップすると思う。そうですね、ギブアップは 何の違和感もないでしょうね頑張れくるみとさん、皆さんコメントの方で頑張れくるみと声援を送ってください。キャメルクラッチ、あー、そこにはない。ひどい。岡野さん助けないと、ほら、助けるフリだけはしてますね、はい、あれね、はい、助けるフリはしましたけど、はい、あの椅子に自分もやられるの怖くてすぐ引っ込みました。そうです。あー、西藤陣に睨まれて、おっ、逃げるのか、あ、違う、なんとか。西藤陣に睨まれて、あの、会場から出ようとしたのかと思ったら、そうです、また僕も戻りました。逃げたのかと思いました。僕も逃げたのかと思いました。岡野さんは面白い姿膨らましましたもんね、はい。神風のカップに入ってしまった。そして二人がかり、大人の二人がかりで女子高生の顔面を、これはひどい。うわー、なんたるひどさ。頑張れ。しかしこれがプロレスの、ね、リングでございます。容赦してはいけない、はい、キャンバス上ではリングの上では一切容赦しちゃいけないんですよね、プロはね。そうですね、もう、はい、会場内はもう 100-0 でもうくるみちゃんの応援ですよ。まあそうでしょうね、はい。ここで神風選手を応援している人がいたら、相当神風選手の方が好きだってことになりますよね。いやー、けどこれね、この容赦ない、を求めていたのが、もしかしたらくるみ選手本人かもしれません、はい、やっぱそこは手加減してほしくないでしょうからね、はい、こんなに立ち上がりから劣勢になってるくるみ選手も久しぶりですよ、ね、で元これからの女子プロ界を担う時代ですからね、はい。まあ、10年経ってもまだ20歳そういうことなんですよね。一昨日言ってましたけど、そうなんですよ、すごいですよ、20歳の10年選手すごいですよ。いや、現在高校1年生、自分が高1の時、この西藤おじさんのようなこんな、あの、あんちゃんとお兄さんとやれる人は絶対できないですよ。本当そうですよね。この間僕はアイスルバーの高楽園大会を会場に見させていただいて思ったんですけど、はい、くるみちゃんが要は高楽園ホール大会のメインをしっかり締めて、はい、タイトルマッチで全然防衛してたんですけど、はい、それと同じ頃自分何したかなと思ったら、毎週のスープロ楽しんでしょうがなくて本屋に通ってましたね。チケットを見てた、はい、スープロ読んで、うわすげえって言ってた年ですからね。そう、すげえって言ってた年、同じ年の人がそのすげえことをやっちゃってるわけですからね、はい、それを高楽園ホールのメインをシングルでチャンピオンに務めてるってのは、すごいなと思って。今もちゃんとね、自力で跳ね返しましたね、はい。さあ、ウィンガーにタッチいたしました。あの頑張りを見てウィンガー燃えなきゃ男じゃありません。おっ、カウンターカウンター出し、カウンター出したら出ましたよ。さあ、さっきの岡田さん、言ってたんですか。僕は一応ウィンガーという言い方してるんですけど、あ、そうなんです。いいですか、団体的に。はい、みんな知ってるんで。あ、そうですか、はい。もう岡野さんの方が言いやすいことは言いやすいですけどね、一応マスクさんの僕は言わないですのが HK なんですけど、ウィンガーっていう方がなんかすごくあの違和感がありますよね、はい、これ不思議なんですよね。はい、じゃあ岡野さんと行きたいと思います。頑張れ岡野さん。あー、かすがれしまった。
あ、まさかこれ、昨日僕やられたやつですね、これ。やまりか、やまりか。ドド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 。いや、違う、投げられた。無造作に投げられましたね、今ね。岡野さん。ちょっと解説やってる場合で、これまた、セコンド行った方がいいんじゃないですか、これ。スパークみたいに応援に行かないといけないですよ、これ。いや、昨日セコンドやった甲斐ありましたかね、スパーク青木は。スパークは、また変わらないですね。変わらなかったですね。はい、あ、オーバーヘッドキック。そして、ハースキック。早い。いいとこない。いいとこない。あ、負けてしまう。バカウント2。岡野さん、スパークかって書かれてますね。スパークと一緒ですんな、いくらなんでも。スパーク G ウィンガーなんて名前変えるのがいいかもしれないですね。かっこいいじゃないですか、なんとなく。スパーク岡野って書かれてます。スパーク岡野。さあ、頑張れ、スパーク岡野。いや、やめてください。はい、あー、後ろ回し蹴り。小回し蹴りが決まりの後ろ回し蹴り。飛ばされしまった。お、まさか。お、まさか。まさか。お、ここで来る。セカンドフロンサルト重爆。あー、くるみ選手が勝ってる。もうくるみちゃん助けてもらってますよ、ちょっとこのおっさん。42歳の男が女子高生に助けてもらってますよ。助けてもらってますよ。これはなかなか世の中で見られない光景ですよね。これは本当プロレスのリングならではの光景です。もう一度言います、42歳の役年の男が女子高生に助けられた瞬間です。しかもくるみさん入るのが早かったですね、今ね。早かったですね。さあ、給食リアディフェンスしましたが、まあ、私のバック、おお、急所蹴り。この辺は古速な攻め、G ウィンガー。お、これでチキンチンを抑えてるところにタッチしましたよ、クルミちゃんに。股間を抑えて、女子高生とタッチいたしました。はい、さあ、いけいけいけ、クルミいけ。さあ、いけ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 。正面から行く。ね、この正面から行くんですよね。そうですね。すごいよなぁ。いや、ああ、倒れない。それでも倒れない。いや、けど、倒れない神風選手も素晴らしい、これは。はい、うん。さあ、タッチして、今度は西良治が出てまいりました。どうしようね、男。あー、多いのを食らった。もう、相手が男子レスラーであると全く変わらない攻めですね。そうですね。うーん、そしてダブルの攻撃。女子1人に男2人が、そうですね、ダウンコス、逃げ返します。自力で返すってことは、ウィンガーがその助け入るって全然求めてないですね。期待してないですね。じゃあ、客席にいますと何してるんですか。なぜか場外を徘徊しております。何してるんですか、ね、大川野さんは。おお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 、ここに入ってきた、ここに入ってきた。さあ、何をする。なんだなんだなんだ、これは、な今神風選手が逃げましたね。何か持ってたかな。さあ、ブレーンバスター行くぞ、サイダー行くぞ。高々とかけてブレーンバスター一切容赦なし。カウント2返します。ウィンガー選手と同じようにこのクルミ選手もこの横浜プロレスマッチで全6大会で出てるということでね。そうですね、はい、3日間で6試合です。いくらね、若いイエド、もちろん疲れはあるでしょう。おお、後ろ回って回転見固め、惜しい。ここはもう若さで、若さで、いけ、よっしゃ、たま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 、サイ両手吹っ飛ばしたドロップキック。しかしサイがカウント2で返す。ギリギリ返しましたね、はい、おお、あるぞあるぞ。小型のとこ行った。もう岡野さん全くフレームインしないですね。そうですね、とりあえずあの画面に映らないですからね、はい、岡野さんはね。あの人の得意技の存在感消すっていうのがあるんですけど、何も試合中に消さなくてもいいですよね。試合中にもかかわらず存在感を消す男、ジーウィンガー。ダメシーン、ダメシー来るぞ。タップロープからのダメシー来るぞ。これを食らったらひとたまりもないな、くるみ。どうだどうだどうだ、行く行く、最後に行く。叩きつけられた。あー、入りましたね。ダダイ式ブレーンバースター、ダブスリーバントと。やはり同じダダイ式ブレーンバースターでも男子と女子では重みが違う。違いますね。うん、しかもこの身長から落とされてしまいました、くるみ。スリーカウントを聞きました。岡野さん、ほぼフレームアウトしてましたね。岡野さんのバカという
コメントが、はい、いやバカではないですよね。バカではないです、はい、意外と頭はいいんですよ、はいはい、頭がいいがゆえになかなか参加できなかったっていうのあるかもしれないですね、はい、危機回避能力で、はい、攻撃したのくるみだけじゃんと。これ本当あの今日の第7の5000円はくるみちゃんにあげてください。そうしましょうよ、とのこれそうしますか、ね、はい、これはくるみちゃんにあげましょうよ。これはもう高校1年生で5000円ってのはもう超 高額ですもんね。いやこれはね、好きなもの買えますよ結構、はい、はい、カーチナルであげます。西良寺神風、いやけどこの2人も一切容赦しなかったのは素晴らしいですね。そうですね、うん、はい、やっぱこうじゃなきゃいけません。やろうと思えば女子相手なんかコミカルなところもやろうと思えばできるんですけど、一切そういうの見せなかったですからね。さすがです、西良寺神風組、はい、あと岡野さんのギャラも全部くるみさんにあげてくださいと。あ、もうあげちゃったんだな。あげちゃったのか、ああそれなんとか返すわけにはいかない。弊社はあの前払い制なので、はい、じゃあ次回ノーギャラですよね。次回ノーギャラということで、はい、はい、というわけでございまして、第1試合第2試合を、ゲスト解説を務めていただきました、都の、佐々木隆さんでございました。ありがとうございました、はい。続いて第3試合でございます。タッグマッチ、鈴木秀樹、篠瀬三俊対佐藤光平、横浜義和。横浜プロレス祭り2015、2日目の昼に大会を行いましたアスカプロジェクト、そのアスカプロジェクトを牽引いたします篠瀬三俊が現レッスルワンチャンピオンシップ王者鈴木秀樹とのタッグで登場です。昨日昼のゼロワン後楽園大会では先ほど出場しました神風に敗れ NWUN ヘビー級王座を明け渡した鈴木秀樹でしたが、夜のレッスルワン後楽園大会では名イベントで浜亮太の挑戦を退けレッスルワンチャンピオンシップ防衛に成功いたしました。その鈴木秀樹が篠瀬三俊とのコンビで出場、対戦相手はこの2人。先にコールされたのは横山義和、現世界ヘビー級王者佐藤光平コールされました。世界ヘビー級王者でありそして大日本プロレスが BJW にてタッグ王者でもございます。昨日のゼロワン後楽園ホール大会では大谷慎二郎とのコンビで田中将と杉浦隆を演技する NW インターコンチネンタルタッグ王座に挑戦しましたが王座奪取ならず、田中将が大谷慎二郎にコール勝ちし佐藤光平インターコンチネンタルタッグを主張にすることはできませんでした。先発は横山と篠瀬です。中央でヘッドロックに取った横山が腕に狙いを変えチェンジいたします。リストロック、今回の横浜プロレス祭りに初めて参加いたしましたアスカプロジェクト代表を務めます篠瀬三俊がゼロワンに参戦です。アスカプロジェクト以外では天竜プロジェクトにも参戦経験があります。この篠瀬三俊37歳でプロデビューとして話題になりました。レスリングニュークラシックを経てアスカプロジェクトを旗揚げいたしました、設立いたしました。
小山が腕を狙います。腕十字に行かれる前にポジションを変えて脱出戦としましたが、そこについていく横山。様子を見合った上でお互いタッチいたします。さあ佐藤浩平と鈴木秀樹だ。これは大型同士の非常に楽しみな絡みでございます。現世界ヘビー級王者佐藤浩平に前 UN ヘビー級王者の鈴木秀樹、昨日までは UN のベルトを持っておりましたこの鈴木秀樹です。大型同士の本格的なレスリングが見られそう。ロープに振った公平、タックルで返す鈴木、公平も倒れず。さあタックル合戦から2を入れてフレンクメイヤー、スリーパニックがこれを切り抜けた鈴木力、ハンマーロックに捉えて公平の動きを止めます。さあ左腕を固めることによって公平の動きを止めております。ここからどう出すのか佐藤浩平。石川修司とのコンビツインタワーズで BJW にてタック王座を保持しております佐藤浩平、シングルでもタックでもベルトを保持しております。さあ肩口をロックしてグイグイグイと浩平の上半身を沈めに行きます鈴木秀樹。ここからタッチ成立、篠瀬が入ってまいりました。鈴木が固めた左腕付け根のあたりにスレッジハンマーを落としました。篠瀬水戸七、しかしここはやはり体格で勝る佐藤浩平が難なく切り返しフロントから首を取ります。じっくりとしたレスリングの攻防が立ち上がりから展開されております。本日の第3試合、スタンドに戻ってもフロントネックロック、このまま投げることもできる。さあ踏ん張る篠瀬、そのまま相手コーナー側に押し込み、横山が浩平の背中を叩いてタッチです。3パスを立てれた篠瀬と横山に戻ります。チョップ合戦、さあこの横山ですが01のまあ若手と、もうその若手というカテゴリーから脱却しなければならない立場に立っております。なんといっても実績が欲しい、ステップアップしていくための実績が欲しいところです。横山からタッチを受けた佐藤浩平がチョップで篠瀬を悶絶させます。チョップでやり返す篠瀬ですが、そのやり返した0.5数秒後には浩平のチョップが飛んでまいります。そしてエルボー一発でダウン。膝Dリフトで吹っ飛ばされる篠瀬。篠瀬も決して軽い体重ではありません。しかしそれが膝一発で持っていかれてしまいました。なんといっても打撃の重さには定評がある佐藤浩平、エルボー、そしてキック、こういった打撃に関しては重い重い。あのキック、ガラ空きの背中に、深追いすることなく横山とタッチいたしました。
この辺は公平横浜組が優位に試合を進めております。篠瀬としてはなんとかこれをしのいでやり返してから鈴木秀樹にタッチしたいところ。こういった場合ですね、あまりに、パートナーが不甲斐ないと、ああ出ましたね、鈴木秀樹というのはパートナーが不甲斐ないとそのパートナーにも攻撃を加えることがあります。基本的にはシングル志向の鈴木秀樹、ゼロワンとレスルワンの対抗戦が現在繰り広げられておりますが、ゼロワン枠としてタッグマッチに出場する時でさえこの鈴木秀樹はパートナーが不甲斐ない場合はそのパートナーを攻めます。ゼロワンの一員という意識はないのでしょう。あくまでも一匹狼鈴木秀樹、ましては本日のパートナーはアスカプロジェクトの篠瀬美俊、これは味方によっては1対3を予定しております。篠瀬相手チームである佐藤浩平、岡野吉和、そしてパートナーの鈴木秀樹にも先ほど劇を飛ばされました。逆肩入り型のハーフボストンクラブに佐藤浩平が来ております。ここは鈴木秀樹おそらくカットに入らないでしょう、救出するようなことはないでしょう。自力でこれを逃れることができるか篠瀬、なんとかサードロープに到達、エスケープに成功しましたが、その左手を横山が蹴り上げます。さあ反撃しなければ自コーナーには戻れない、反撃しなければ自コーナーには戻れないぞ篠瀬。こんなものかと言わんばかりにレフリーに対し何やら抗議しております佐藤浩平。サッカーボールキックを放って勝ってこいと、さあ勝ちました勝ちました、篠瀬が勝った、正面から行った、さあ何を見せる、まずは正面からトップに行きますが、これ式のことでは浩平は倒れない、揺らぐこともない、逆に重い重いエルボー2発入れられてしまいました。重みが違います、一発一発の重い違う、これも重いエルボーバット、ダウン状態の篠瀬、このまま立ち上がれないとダウンカウントが数えられますよ。佐々木レフリーがチェックしております。腰から崩れ落ちるように倒れました篠瀬、それを強引に立たして浩平は何を狙う、ロープに飛ばす、いやこれを飛びか、あーぬぬー、飛ばし返そうとしたんですが力がないので当然佐藤浩平は飛んでいきません。ロープに振るというのは振れば相手が飛んでいくものではございません、力を入れて相手のリストを決めながらしないと相手はロープに飛んでいきません。今の篠瀬にはそのような、力が、ま、あーっと、さすがにここは鈴木秀樹がカットに入りました。そして強引に手を掴んでタッチ、まあ、あのままいったら本当に篠瀬がやられてもう試合が終わってしまいますので負けるわけにはいかない鈴木が、まあ篠瀬を助けるというよりも自分が入るために強引に変えたと思いますよね。エスプロイダーで持っていくカウント2、篠瀬がグロッギー状態の今鈴木が一人でやらなければならない、エルボースマッシュ、ヨーロピアンエルボーから、あーしかしカウンターの2、佐藤浩平がカウンターの2を入れます。そして横山にタッチ、横山はどうやら篠瀬を場外に落としましたか、そして権利のある鈴木をコーナーに振ってスピアボディースラムでセットしてセカンドロープ登りリバーススプラッシュ、カウント2で返す鈴木秀樹、試合時間10分経過いたしました。ここで浩平が入ってきて2人がかりの攻撃を狙います。コーナーに鈴木を振り浩平が繰り出しの2、そして横山バックエルボー、さすがの鈴木秀樹も2人がかりとなると多勢に無勢、ボディースラムでセットされてそこに浩平がダイビングニードロップ、
さらに横山もコーナー最上段に上り、ダイビングズボードロップ、ニードロップ、そしてエルボードロップの二重走。ここは篠瀬が救出に入りました。篠瀬が、しかし今のエルボー、相手の頭をぶち抜くかのようなエルボー、ラリアット、走り込んでのラリアット。横山さんホールに行く、カウント2で返す。鈴木まだ余力はある模様だ。しかしここは攻めどころです。何を狙う、レースバレーを狙ったか。着地した鈴木、ディフェンスし、カウンターのドロップキック、正面飛びのドロップキックをヒットさせました。ここで篠瀬が入ってきた。さあどうするか、ネックブリーカー。試合権利があるのは鈴木秀樹だ。来るぞ来るぞ、バックドロップ、おー、これは急角度のバックドロップだ。えぐい角度で横山の後頭部を叩きつけたが、佐藤光平がカットに入ります。カットに入った光平を場外に落とす篠瀬。どうやら篠瀬は鈴木に託しているバックブリーカー。ここから得意のダブルアーム、来るぞダブルアーム、ダブルアームスープレックス、高々と振り上げてのダブルアームスープレックス、急角度に落としてスリーカウント。鈴木秀樹の非常に独特な落とし方をするこのダブルアームスープレックスで横浜を、しかし篠瀬に対しだらしがないとばかりに、そうでしょう、ほとんど攻めたのは鈴木秀樹です。篠瀬はやられるしかなかった。それでもなんとか勝利につなげました鈴木秀樹。篠瀬を置いて一人リングを降ります。篠瀬のことは攻め込みながら、横山最後は鈴木のダブルアームスープレックスに敗れてしまいました。ラジアントホール大会第4試合でございます。 NWA インターナショナルライトタック選手権試合、第18代王者組菅原拓也、ブラザー屋敷、西水元次、小川内潤が挑戦いたします。シークレットベース勢が01に乗り込んでまいりました。横浜プロレス祭りの初日夜の部に大会を行いましたシークレットベースから清水元次、そしてその大会でチャンピオンオブザシークレットベース無差別級王座となりました、王者となりました小川地潤、ベルトを巻いて入場です。ゴーを破り第3代王者となりました小川地潤が清水元次をパートナーに、NWA インターナショナルライトタックをダッシュで狙います。
このチャンピオンオブザシークレットベース無差別級王座、初代王者がベア福田、第2代王者がゴー、そしてこの小川内潤が第3代王者となります。第18代王者組、これが初防衛戦となります。菅原拓也ブラザーヤシー組、今年の3月1日後楽園ホール大会で近藤修二吉岡正規組からこのベルトを奪取いたしました。さあ、ブードゥーマーダーズのブラザーヤシが先にコールされました。そしてそのパートナー菅原拓也。これは本当にね、もう一番聞き取りやすいマイクで言っていただきましたので。さあ、タイトルマッチでございます。第18代王者初防衛戦。このブラザーヤシー菅原拓也組は第16代王者でもありました。しかし近藤修二吉岡正規組レッスルワンコンビ、2014年11月7日昨年の11月7日に奪われてベルトを奪われてしまいました。そのベルトを今年3月1日に奪回し18代王者となりました。初防衛戦の相手はシークレットベースの清水元次、そして小川内潤。まあ、先ほどからコメント出ているように4人ともウルティモドラゴンの弟子となります。その中でも一番、まあ、早く、入門したのがこの清水元次3期生でございます。現在はシークレットベースを牽引しておりますこの清水元次。まあ、菅原拓也そしてブラザーヤシーにとっては当然先輩にあったわけでございますけど、まあ、その辺のところで臆するところがあるとは思えない2人です。ヘッドロックに入ったブラザーがグラウンドに持ち込むが清水がヘッドシザース、今度足をすくったブラザー、足をすくい返す清水、合格後の攻防を見せます2人。タッチを受けました。
菅原拓也と小川内潤です。プロレスは長くやってるとね、どこでいつ再会するかわからないですよね、本当にね。こういった形でこの2人が再会するとは。菅原拓也発声です。そして小川内潤、こちらも発声、同期でございます。交流年時代はこの菅原拓也がロイヤルブラザーズ、そして小川内潤は潤の劇場で一時クレイジーマックスに在籍していた時代がございました。今の2人とってはどちらも過去です。今現在の自分の姿をぶつけ合うしかありません。一度は現役に対しリングアナウンサーを経てプレイヤーに復帰いたしました。対する菅原拓也もアーガンインソーとして暴れまくりましたが、その後ドラゴンゲートを退団し各団体を渡り歩いてまいりました。現在はゼロワンに定着。そんな二人が対峙いたします。ここに清水が入ってきてダブルのエルボーだ。シークレットベースチームが王者組を分断に成功いたしました。3期生となるとこの清水の手次、同期は横須賀進むになります。一つ下4期生が斉藤亮、そして2つ下の5期生に土井成樹、土井成樹がいます。とにかくまあ登竜門館、ねは本当にもう多くの人材を輩出してまいりましたが、それぞれこのようにプレスを続けております。チャンピオンチームが3分1の低空ドロップキック、抑え込むがカウント2で清水が返します。さあ清水が捕まる展開、チャンピオンチームが2人がかりで清水にストンピングを浴びせております。さあ逆水平チョップで反撃する清水、しかしブラザーがそれを受け流す。紹介する前に、はい、くるみですと言われてしまいましたね。はい、いえ、全然 OK でございます。本日2人目の、飛び入りゲスト解説でございます。はい、アイスリボン、くるみ選手でございます。よろしくお願いします。お願いします。いきなり振られてくるみさんも大変ですね。はい、びっくりしました。今どういう試合が行われているか把握してますか？何も把握してません。何も把握してないと。もう、佐藤社長の無茶ぶりもいいともですね。はい。はい。誰と誰が戦ってるかも分からないのにその試合について解説をしろと。はい、はい、大丈夫ですか？はい、なんとか、なんとか、はい、なんとかという、分かりました。じゃあ、ブラザーヤシー選手、菅原拓也選手、清水元鶴選手、そして小川内潤選手、はい、この4人の中で一番、まあ、関係があるというと知り合いとなると誰になりますか？知り合い知り合いない、まさか。小川内潤さんとは、はい、小学校うん、2年生あたりの時に、うん、アイスリボンの道場で、はい、シークレットベースさんが講義をやってる時に会いました。はい、あった会いました。どんな会話したか覚えてます？覚えてないですね。覚えてないですね、はい、小学校5年の話ですもんね、はい、覚えてない、ということはこの試合に関しての、くるみさんの中にあるデータはそれだけですね。はい、それだけ。わかりました。それを、前提にこの解説をしていただきたいと思います。はい、はい、
ですね、まあ、その前にですね、この6大会すべて出場されましたけども、はい、ご苦労様でございました。どうですか、やりきってみて、3日間で、6試合やってみましたけど、はい、疲れの方はどうでしょう。結構どっと今疲れがやってきましたね。終わってみると疲れが出て、はい、やってる最中はもう、緊張がちゃんとあるから、はい、大丈夫なんですけど、うん、一試合一試合終わるごとに、はぁ、い、ーっていう、こう、もう、ため息が出ちゃうんで、はい、いやけど、いい経験になったんじゃないですか。はい、なりましたね。特に今日の相手がすごかったじゃないですか。いやはい、やばかったですね。あんなでかい男子のレスラーってやったこと、今まであったんですか。ないですね。あじゃあもう本当に一発一発が効いたと思う、はい、重かったという。重かったです。ああ、これはいい経験になったと思います。はい、ぜひその経験をですね、はい、学校でみんなに友達に話していただければ、はい、こんなにでかい男子と自分はやったんだよということを言っていただければ、はい、自慢していただいて結構ですから、はい。自慢したいと思います。はい。はい、そんなくるみ選手でございますけども、試合の方は続いております。ここは、さあ、小学5年の時に会話を交わした小川地純が、ブラザー足に対角線エルボー、そして、フードドロップキックをヒットさせます。試合を見てて、おっと、はい、って気づいたところがあったら、なんでも挑戦者に言っていただいて、はい、いや、本当かっこいいとか、かっこ悪いとか、そういうのでも全然結構ですよ。本当ですか。はい、ブラザーヤシー選手、かっこよく見えますか。いやなんか外国人みたいな。外国人みたいですね。この人、ジャマイカから来た説がありますね、確かに。はい、ジャマイカ人と言われても、全然問題ないと思います。さあ、菅原拓也選手にタッチいたしました。菅原拓也と小川内潤。まあ、多少の接点があるという意味では、くるみさん的にやっぱこの試合、小川選手を応援しますかね。そうですね、まあ、さあ、ここで小川選手が勝てば新チャンピオンになりますけども、今のところは攻め込まれております。プロレスラーのこと、こうやってガン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 こう攻め込まれているときって、こうどういうことを頭に描きながらやってるんですか。まあ、自分はやられてるときは痛いって感じなんですけど、はい、プラス、こう何かでやり返したいなっていう、はい、どっかチャンスを隙を見つけたりして、はい、考えたりして、考えて、はい、考えてやってます。大変ですよね、そのやられて痛いっていう思いとやり返さなきゃっていう思い、両方を持ちながらプロレスやらなきゃいけないじゃないですか。はい、よくできますよね。そうですね、自分でも、はい、我々だったら痛いと思ったら本当に痛いしかないですからね、感じることっていうのは、ね、普通はそうですよね。それを別のことを考えながらやってるプロレスだと本当すごいなと思うんですよね、はい。さあ、その別のことを考えながら逆襲しました小川内潤。あ、しかしこれはカットされします。次にランダーハウスキック。おー、その投手で立ち上がる。おお。ミラノコレクションエティバリのマトリックスですね、今のはね。そして円錐切り。いやー、ちょっとああいう動きを参考にしていただいて、はい、はい、自分、体柔らかい方なので、はい、ちょっと練習してみたいですね。あれはラリアットとか来るときかわすのもいいですもんね。そうですね、うん、あと家でほら、お父さんとかお母さんに力で殴られそうになったら、今みたいなブリッジとかで、ね、ブリッジとかでね、お母さんの張り手をね、壊、はい、したりとかできますもんね、はい、できますね。家庭でも役立つ技ですよね。役立ちます、どこでも役立ちます。どこでも役立ちますよね、はい。さあ、そんな中、ブラザー・ヤシーと清水元次郎。さあ、どちらも引かないぞ。3期生の清水元次郎が後輩のブラザー・ヤシーに対し、エルボーでいく、エルボーでいく。しかし、あ、手数で余ったのはブラザーか。ローリングエルボー、これをかわした。そしてガットショットからフィッシャーマン、いや、前方に落とした。前方に落とし、ガラ空きとなったところにドロップキック。いやー、清水元次郎さん、なんか動きがいいですよ、これ。いいですね。いいですよ、これね。はい。ちなみに、くるみさん、男子のレスラーでは誰のファンなんですか。男子はですね、はい、全くここに関係ない DDT の、うんうん、チームドリフさんが。チームドリフのファンなんですか。はい、そうです。はい、どうしてですか、それは。ですね、元から好きだったんですけど、はい、自分の生誕祭を4月にですね、やりまして。あ、やりましたね、はいはいはい。その時に石井さんと組んで、入江さんとハムコさんと試合したんですけど、はいはい、それの終わりで、今回出れなかった長
さんが来てくれまして、はい、そこでまたさらにドリフが好きになりました、そうだったんですか、はい、そうです。3人の中で一番好きなのは誰なんですか。3人の中では高尾さんが、それやっぱかっこいいから、はい、あそこで入江茂弘ってならないところが素晴らしいと思いますね。入江さんはなんかお兄ちゃんみたいな存在だなって思います、はいはい、お兄ちゃんみたいな存在だなっていうのはこうよく使う手ですね、これね。はい、あの気のない男性に対して傷つけないために言うのに、お兄ちゃんみたいかなみたいなよく使いますけどね。でもお兄ちゃんだったらこう、なんか楽しそうだなって思う、はい、なるほど、チームドリームのファンということでございます、はい、ケミさんでございます。さあ、試合進んでおります。分断に成功したチャンピオンチームが清水元次に狙いを絞りました。このままずるずると敗れてしまうのか、挑戦者チーム。おっと、これは連携きますよ。あー、ギロチンですね。すげーすげーと、男子のプロレスの映像とかは、あと試合とかよく見るものですか、くるみさんは。はい、よく見ますね。おー、ただそれは参考にしたりとかするために。はい、じゃあ、ポジションに参考にしていただきたいという中、トーペが決まりました。あー、分断されたぞ、清水元次。ここは一人で頑張らなければならない。まず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 、おお、崩れた。さあ、強引に持っていくか。ああ、強引に持っていった。ツームストーン行くでしょう。腰を揺らしてのツームストーン。さあ、勝負に出ましたブラザー林、これで決めるでしょう。決めにかかりました。おお、ダイビングヘッドバットが決まった。おお、返しましたね。いやいやいや、粘りますよ。フライングビッグヘッドがスリーカウントならず。ならば、トーナイスじゃないか。あー、これで決まった。あの、ジャマイカ出身で、ジャーマンじゃなくてジャマイカなんですね。ジャマイカなんですか。はい、ナイスジャマイカと。外国人に見えたっていうのは、あの、外れてないですよ、はい、外れてなかったですね。あ、いやけど小川内選手が取れなかったですよ、ベルト。負けてしまいましたね。負けてしまいましたよ。チャンピオン防衛に成功でございます。うん、初防衛に成功、第18代王者組。まあ、ここね、くるみさんもあの昼間にはフリーダムスのあのベルトに挑戦したじゃないですか、はい、しましたね。どんどん、もちろんね、アイスリボンとかトップにいるわけですけども、はい、それと並行してどんどんあの男子の団体のベルトもちょっと狙っていただきたいなと。いいですね、はい、いろんなところに行って、行ってタッグとかシングルとか、はい、挑戦できたらなって、はい、思います。でちょうどウィンガー選手がずっとくるみさんとあの、ね、まだタッグを継続していきたいと言ってるんで、はい、ウィンガー選手で大丈夫ですか、パートナーは。ウィンガーさんは、はい、まあ、なんとか大丈夫です。大丈夫ですか、はい、今日昼間とかウィンガーさんやられっぱなしだったじゃないですか。そうですね、昼間にマンモス佐々木さんに、ウィンガーさんよりくるみは強いと言われました。いや、僕もそう思いましたもん、あれ。はい、あのお客さんの思ったことを代弁してくれましたからね、マンモスさんは。はい、はい、そんなパートナーでもいけそうですか。まあ、なんとかすればいけるんじゃないかと。なんとか、はい、アバウトですね。わかりました、わかりました。いや、どん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 ね、団体の枠を超えてくるみさんには活躍していただきたいと思いますので、はい、はい、そんな中、もしかすると将来的にはこのベルトに柊くるみが挑戦する日が来るかもしれません。ですね、はい、しかもパートナーはジー・ウィンガーと。ウィンガーさん、僕は変えた方がいいんじゃないかなと思いますけども。はい、ダメだったら買います。ダメこの辺ドライですね、やっぱね、はい、最近の女子高生はその辺ドライなんですか。なんか、まあ、そうですね、なんか思ったことを言ってしまうので。いや、その方がいいですよ、その方がいいですよ、はい、どんどん使用した方がいい、特にプロレスラー使用した方がいいですから、はい、はい、そんな感じでちょっと頑張っていただきたいと思います。はい、飛び入りでね、解説していただきましたくるみ選手でした、はい、ありがとうございました。しかしこのあれですね、元登竜門同士の、タイトルマッチの解説をくるみ選手に振った佐藤社長は一体何を考えてるんですかね。これはあれですか、あの形を変えたくるみ選手に対するいじめかなんかですかね、精神的な。もしくは日本国民に対するテロですか。なるほど、佐藤社長によるテロ行為ですかね、これはね。はい、てなわけでございまして、第4試合まで終了してこれから休憩時間でございます。
いやーね、6大会全部出場して、まあ本当ね疲れていたと思うんですけども、くるみさんね、皆様に視聴者のために、解説に来ていただきました。ありがたいことでございます。そうですよね6大会試合差しといてさらに働かせるって、アイスリボンはどういう企業なんですか一体。はい、くるみさんの解説良かったです。まあアイスリボン勢はね、毎日こうやって出ていただいて、あの総じてやっぱり評判がいいですね。さあ休憩時間中でございますけども、振り返りますと先ほどの試合でございます NWA インターナショナルライトタック選手権試合は菅原拓也ブラザーヤシー組がシークレットベースより参戦しました。清水元次小川地順を下しまして初防衛に成功しております。まあ、ゼロワンのね、あのファンの方はちょっと、他団体の選手がこうやって飛び入れてきて解説するのを、面食らうかもしれませんが、これが実は横浜プロレス祭り名物でございまして、まあ、そちらの方は寛大なお気持ちで、楽しんでいただければなと思います。さあ残すところ2試合ですね。横浜プロレス祭り2015ゴールデンウィークインクレディブルミックストタックマッチ、マサカドセラリサ対大谷慎二郎首里、そしてメイン横浜プロレス祭り2015ゴールデンウィーク最終試合弾丸ヤンキース対決、田中雅人小畑優作対ヤンキー日曜拳銃宮本優子小高勇、この2試合が残っております。くるみさんの声がもうちょっと聞きたかったですという、リクエストをいただいておりますので、これは改めましてやっぱり今アイスリボンのね IC クロスインフィニティチャンピオンでございますので、改めてニコプロの方に生インタビューで、くるみさんのことを近々お呼びしたいと思いますので、楽しみにしていただきたいと思います。まあしっかりした子ですね。あの実は私は初めて今、なんか慣れ慣れしく話しておりましたけど、実はくるみさんと話したの先ほどが初めてでございました。初対面の相手にあれだけハキハキと話せるんですから、くるみさんしっかりした方だと思います。とても女子高生とは思えない、もう全然僕なんかよりくるみさんの方が大人ですね。はい、つくしさんも初日に解説やっていただいたつくしさんともあの時は私初対面でございまして、いや初対面であれだけ話してくれるんですから、アイスリボンの皆さん鍛えられてますね。初対面であれだったのかと。そうなんですよ、実はそう見え聞こえなかったでしょ、実は初対面だったんですね。はい、だからおそらく先ほどのくるみさんにしても、初日のつくし選手にしても、僕が何者か知らないであれ話してましたね、完全にね。はい、このおっさん誰やと思いつつも、そういったものを一切表に出すことなくこうハキハキと、話すというあたりがやっぱりアイスリボンの皆さんすごいなと思うわけでございますね。まあ確かにつくしさんの場合とても初対面の相手が話している内容とは全然思えない内容でしたけどもね。さあ例によってオッキーの声だけが聞こえてまいります。風呂の中で騒いでるように聞こえますね、オッキーの声がね。いやしかしくるみさんチームドリフが好きだっていうのはね、そうなんだと思いましたよ。しかも高尾さんっていうね、まあこれは差もありなんですよね。やっぱ高尾選手やっぱりああいう女子高生とかそういう、層にやっぱファンが多いんですかね。まあね、本当1000人に1人ぐらいは入江さんが好きっていう女子高生がいてもいいと思うんですけどもね、なかなか世の中厳しいわけでございます。なんといっても、チームドリフ中2人はボーイズで1人はヤローズでございまして、なかなかヤローズは、3日間盛況のうちに続いております横浜プロレス祭り、本日をもちまして最終日でございます。盛り上がりましたね3日間ね。
いやいいことですよ。この横浜ラジアントホールにたくさんの方に詰めかけていただきました。ありがたい話でございます。いや私ボーイズじゃなくてもうがっちりヤローズ派ですから、はい、もうボーイズとヤローズが同じ日に大会が開催されたら迷うことなくヤローズに行きますからね、僕はね。さあセミファイナルなんですけども、まさかのセラリサ組対大谷慎二郎首里組と、これ一体どうなっちゃうんですかね、これね。しかも、入場式の挨拶で、セラリサさんが、何かしらをなんかをやろうとしておりましたね。それがやろうとしていたのがどれほど伝わったのかはちょっとわからないんですけども、どうやらあのまま出てきそうですね、セラリサ選手。カリュウドとの、カリュウじゃない、まあ、カリュウドじゃない、マサカドとのタッグで一体何をやろうとして何を狙っているのか、その狙いがちゃんと皆様に伝わればいいんですけども、セラさんが狙うものっていうのはなかなか伝わりづらいものがございます。セラは顔を塗ってくると見たと。一回り遅れてあのデーモン上田のペイントしてきたら笑いますけどもね。いやいやいや、セラさんそれはすでに終わってますからみたいなツッコミをみんなが入れるみたいなね。さあ皆さんコメントの方でセラリーさんが一体何をやろうとしてるのかちょっと予想していただきたいと思います。セラさんもなんか唐突に蛍光灯マッチをやるとか言い出したり、ちょっと今どこに向かっているのかわからない状況でございますので、何をしでかすかわかりません。今最も不安定な状況にいるセラリサ、不安定な状況だからこそちょっと想像の斜め上を行くようなことやってくるんじゃないかなと思います。瞑想中ともちょっと違うみたいですよ。まあ、オリジナリティあふれる、なんと申しますか、方向性といった方がいいんですかね。さあ、これは僕の声が流れてるということは、多少は場内で流している曲が今空耳のように聞こえてしまってるってことですよね。雑踏の、はい、雑踏ぐらいの、まあ、これしかないですよね。街を歩いていても曲っていうのは聞こえてきますからね、はい、こちらが意図的に流している曲ではございませんので、たとえね、暴れるような威力のある曲が聞こえてきたとしても、それは、あくまでもね、まあ、空耳と申しますか、ここニューヨークじゃないですからね。そう、雑踏で聞こえてくる曲ですよね。これはオッキーの趣味ですかね、これはね。じゃあですかね。オッキーの趣味で暴れる威力の曲がかかってるという。なるほどね、入りたかったんですかね、あのバンドに。あのバンドにオッキーが入ったらえらいことになってましたよね。ちょっとここで全く関係ないアンケートを取りたいと思います、はい、同時代に活躍しておりました2つのバンド、どちら派かというのをちょっと、ニコプロ視聴者の皆様に取ってみたい、ボーイ派か TM ネットワーク派かで、はいはい、ボーイ派あるいは TM ネットワーク派どちらだったかというのをちょっと、アンケートを取りたいと思います。先に東京ドーム公演を行ったのはボーイの方ですね。これはエピックソニー対東芝 EMI だったかな、確か。後追いでもいいですけどね、後追いで聞いててどっちが好きかでもいいと思います。さあボーイか TM か、
はい、行きたいと思います。せーの、ドン。おー、そうですか。僕はボーイ派の方が多いと予想したんですけども、はあ、TM ですか。へえ。チューブ派って言ってたから。チューブ派？あ、チューブね。はいはいはい、チューブ。チューブもね。バービーボーイズ派がいると。これをやってるとキリがないので1回にしたいと思いますけど、はい、みんないろいろな派閥がありますね。派閥っていうのはある程度まとまってるから派閥でございまして、これはバラバラ何回も何回も出てきた派でも何でもないですね、これは本当にね。ちょっとマニアックなもんちょっと出してほしいですね。今のところ結構売れてるバンドしか出てこないんで、あー、もう売れてるバンドばっかりですね。それ知らんぞっていうような。お、ジャガタラはいいですね。これはなかなか渋いですね。この並びの中でジャガタラって書くあたりはちょっと渋いですね。でこの後ゴンチチとか出てくるとすごい渋いんですけどね。ゴンチチとか出てくると、あ、タマいいですね。タマ、こういう渋いのが出てほしいですね。なぜかデュランデュラン派ではなくニックローズ派と出てきましたね。てなこと言ってる、いや、あの別にマイナーなバンドだからゴンチチって言ってるわけじゃないですよ。この流れの中だとゴンチチは、渋いっていうことを言ってるわけですからね。はい、イングリモングリとか、いやー、なんかね、GB を思い出しますね。皆さん GB って知ってますか？ GB っていう雑誌知ってますか？買ってましたと。あの GB っていう雑誌はですね、あのギターブックの略なんですけども、ギターブックって言ってる割には結構キーボード中心のバンドが載ってたんですね。あ、まあ、TM にしてもそうですし、レベッカにしてもそうなんですけども、あれは何だったんですかね。途中でなんか編集方針が変わったんですかね。創刊当時はギター系を中心にしていたのが、まあ、CBS ソニー出版だったっていうこともあって、その TM とかエピックソニーの TM とか、CBS ソニーコメコメクラブとか、同じ CBS ソニーのレベッカとか、ああいったところでページを、取るようになったんですかね。あれね、ソニーの意向ですかね、やっぱりね。となると GB の G は K にした方がいいんじゃないかと思うんですけど、 K だと KB になってしまってですね、すでに他の出版社がキーボードスペシャルっていう雑誌をね、月刊で出してたんですね。そのキーボードスペシャルが省略して KB だったんで、 GB から変えようがなかったんでしょうね、あれね。はい、なので、キーボード系のバンドがたくさん載っていても GB のままだったと。ちなみに GK は金沢さんですね、これね。はい、はい、音楽雑誌が全盛の時代が あったものでございました。はい、GB があり、キーボードスペシャルがあり、テッチーがあり、キーボード、キーボードマガジンか、キーボードマガジンがあり、あ、それから何があったかな、あの時代は、ワッツインっていうのがありましたね。ワッツインがあり、それからアリーナ37だっけ、アリーナ37度だっけ。はい、ギグスは今でも出てますね。バンドやろうぜありましたね。パチパチもございました。はい、パチパチはもうなくなっちゃったんでしょうね。あのアリーナ37の37ってあれはどういう意味なんですかね。プラムもございました。はい、ご存知の方、アリーナ37の37が何か教えていただければ。フールズメイトは結構ね、インディー系に なりますよね。これまだボーイが流れ、あ、いや、言っちゃった。まだ暴れる威力のバンドの曲が流れてるんですか、これ。あ、シノセミトシの37だと嘘つけ、嘘をつけって。相当オッキーは好きなんですね、このバンドがね。
本当は歌いたくてたまらないんだろうな、大きいな。誰が歌わせるかというところでございます。さあ、休憩時間中の方がコメントの数は増えてますね。微熱、要は平熱より1度高いと、そういう意味なんですか。微熱ね、確か米米の曲で微熱少年っていう、微熱少年だか微熱青年だかあったと思いますけども、さあ、あと少しで休憩が終わりまして後半戦に突入でございます。残すところは2試合、正門は世紀末の曲から変わったでしょうね。さすがに正門になって老人形の館は使ってないでしょうからね。微熱少年は確か、小説になったんですね。でその小説をノベライジングして映画化されて、私見に行った記憶がございます。あれは美濃少年だか美熱青年だったか、松本隆ですね。松本隆の小説が映画化されてですね、それを見に行った記憶がございますね。さあようやく、ああまだかこれはもしかすると休憩を取るというよりも曲が聴きたくてあれですかね、オッキーが曲を聴きたくて流してるんでしょうか。あ、そういえば今日ってロンサムライダーかかってないですよね。あれ最近かかってないんですか。あれ最近のゼロワンさんはロンサムライダーかかってないんですか。あのカード発表の時って。ロンサムライダーカラオケに入れてほしいですよね。オッキーが着席した。さあ始まりますか。誠にありがとうございます。この今一度お客様にお願いいたします。試合中は場外乱闘など大変危険でございます。試合中は場外乱闘十分お気をつけいただきますようよろしくお願いいたします。今週プロの補正斉藤カメラマンもリングサイドにスタンバイいたしました。補正斉藤カメラマンも先ほどの佐々木隆さん張りのスケジュールで初日のこの横浜プロレスアーク、取材のために横浜に来て、昨日は、ドラゴンゲートの愛知県大会に行って、そして、本日また、横浜にハズカンバックして、横浜プロレスマッチで撮ってるという週プロスタッフの皆さんも大変ですね。横浜、名古屋、横浜ですからね。3日間ここにいた方がいいんじゃないかと思うんですけども、間だけで名古屋に行くというね、大変ですね。昨日は日本全国で大きなことがたくさんございました。さあ試合再開でございます。セミファイナル横浜プロレス祭り2015ゴールデンウィークインクレディブルミックストタッグマッチ、正門セラリサ対大谷慎二郎シュリでございます。先に入場してくるのは大谷慎二郎首里組です。レイナ女子プロレス所属として昨日夜の部に出場いたしました首里が2日連続の横浜ラジアントホール登場。こちらレイナ女子プロレスの首里、そしてそのパートナー赤で統一大谷慎二郎、赤いコンビ、しかもコーナーは赤コーナーでございます。なんすかこのコーラ、大きいは声が枯れてますね。大きい、
さあ対戦相手でございます。まさかどセラリサ組でございますが、果たしてセラリサのまま入場してくるのかどうか。まさかど選手、まあ確かに選手でございますけども、さあ顔を隠して登場したぞセラリサ。それ以外のコスチュームに関しては通常通りですが、顔を隠しておりますセラリサ、帽子はかぶっております。そしてこちらビートたけしさん命名プロレスラー正門がリングイン。ちなみに今流れてる曲はこれは何ですか。知らない。曲何ですかねこれね。先にコールされた正門、まだ顔隠してますね。キャップは外しましたが顔は隠してるぞセラリサ。コールはセラリサのままです。どうやらリングネームはセラリサのまま。さあ顔を隠したままだぞ。あ、大谷慎二郎がチェックしろと。しかし、お、正門がうるさいと、あっち行けと、あっちをチェックしろと言っております。どうやらセラリサの顔にチェックさせない模様なんでしょうか。まああの中に狂気を仕込んでるとは思えないんで、あくまでもね顔を隠してるだけだと。マスクのようなものですよねこれ下手すると本当に最後までこのままやりかねないですからね。なんて言ってもセラリサ、狙いが読めません。あー、やはり開始のゴンが鳴ってもこのままです。見えてるんでしょうかね。あー、ロックアップ組んだということはどうやらどこかしらから見えてる模様です。視界はある。処理としてもちょっとやりづらいかもしれません。再びロックアップ、赤の処理と青のセラ、赤対青の対戦。赤コーナーから出てきたシュリと青コーナーから出てきたセラリサ、ヘッドロックに取ります。ヘッドロックで取り返すシュリ、あーロープに触れられたところをヘッドロックで離しません。これだけ激しい動きをしても取れないということは相当しっかりした、まあ頭巾と言っていいのか何て言っていいのか。なるほど、これでもし中身がセラリサじゃない別人だったらビビると。まあ、確かにそうですよね。マスクを取ったら松本宮古説、ブラザーヤシー説、清水愛さん、いろいろ出てますね。一番びっくりするのはこれマスクを取ったらデーモン上田、デーモン上田というか正門本人だったらびっくりしますよね。だから今大谷慎次郎と戦ってこの正門が実は別人だと、てっきりこれが本人かと思ったら実は正門はこの頭巾をしてる方だったっていうのが一番びっくりしますよね。じゃあこれは誰なんだってなると、例えば、名古屋にいるあのマンモスハンダとかね、実はこれはペイントしているマンモスハンダだったってオチだったら我々もびっくりします。顔を隠している方が正門本人、そして今大谷慎二郎と対戦しているのは別人。プロレスはまた不思議な世界でございます。
さあすでに、コメントの方では、嫌な予感が漂っております。やっぱ皆さん予感しますよね、やっぱりね、はい。さあ正門と大谷慎二郎がタックル合戦。うわ、倒したのは正門だ。デーモン上田から解明いたしました。業界を仰天させたこの解明、正門、ついた名前は正門、将軍の将に日々怒る、ものすごく主張している漢字3文字でございます。どれも主張たっぷり。そしてプロレスの方も主張しまくる正門、大谷慎二郎の顔面をかきむしる。そしてエルボーダー。なるほど、大谷慎二郎選手のパートナーも実は首里選手でやって雪島屋説が出てますよ。これありえますね、本当にね。てっきり首里選手かと思ったら、いやー、本当プロレス界何が起こるか分かりません。相手を幻惑させるためにそれぐらいのことはやってきそうな気がいたします。さあ雪日マヤセスがコメントで出ている。シュリが手を伸ばします。大谷慎二郎はそれに応じタッチ、シュリが出てまいりました。シュリ対正門です。どう切り崩していくか。さあ背後に回るぞ。しかし腕を取られバックを取り返す。おサイドヘッドロック。グランドに持ち込みました修理ですが、ヘッドシザースでこれを切り返す。なかなか小技も効きます。カリウド、カリウドじゃない、まさかと。さっきから何俺カリウドって言ってんだろ。違うって、まさかと。本当に間違ってますからね、やばいですよね本当に。さあ再びスタンドに戻り、ヘッドロックにしますが、パンチ一発で、ハンマー一発で修理を倒してしまいました。おーっと、正面から得意の蹴りに行くぞ。さあクラッシュでは女子のチャンピオンでもある。あー、しかしここは世良がどうやらロープに取ったところで手を出した模様です。もんでするシュリー。はい、てなわけでございまして、本日3人目の、飛び入り、ゲスト解説でございます。この方です、どうぞ。はい、はじめまして、プロレスリングシークレットです、清水元嗣です。はい、清水さん、ようこそいらっしゃいました。はい、ということで、すいません、お疲れのところ解説中に、もうなんだか分かんないできたでしょ、今。そう、今、ぶっ込んで戻ろうかと思ったら、はい、ここに誘導されてしまう。はい、清水の佐藤先生には下がらえないと。早速ですけど、このタッグマッチ の解説をしていただくんですよ。はい、で、今、話題になってるのが、あ、セラ選手は正門選手、正門選手です。あ、正門選手、セラ選手、なんかピンクしてますね。やっぱ乗り移ってたわけですね。乗り移ってたんですかね。会見の時に、はい、なかなかいい感じだったので、まさか試合の時に。いや、僕らも今初めてセラ選手がフェイントしてるので、はい、僕らも初めて気づきました。素晴らしいですね。さっきまでほら、頭巾してたじゃないですか。ああ、そうです、そうです。入場式の時に、そう、会見の時と一緒だと思ったんです。そうなんですよ。まさか、違いましたね。違いましたね。乗り移ってますね。乗り移ってるんですか、これは。今本物の正門もいますね。本物の正門もいます。はい、いやー、しかし先ほどの試合ね、タイトルマッチ、王座脱出ならずほど残念でございました。いやでも、ゼロワンに小川内とのタッグで参戦した上、菅原とブラザーと対戦できたことがもう何よりのあれでしたね。今回横浜プロレス祭りに自分たちはもう参加したもう意義があったと思いました。いやプロレスを長く続けてるとね、こういうことがあるんですね。いや本当そうですね。はい、もう自分たちの黄金鏡を探す旅はまだまだ続くんだと。黄金鏡を探す旅はまだ続いていると。続いていると思う。はい、これはいい話でございますね。はい、そして新ロックベースとしては、はい、初日の、ね、夜に、はい、この横浜プロレス祭りで大会を開催しまして、はい、手応え先生いかがでしたか。そうだね、約2年ぶりの横浜での大会だったんですけれども、はい、まあでもどうにか自分たちにとっては形にすることができたかなとは。あ、はい、でも何よりも今回ゼロワンさんもそうですし、はい、フリーダムズもそうだし、もう、アイスリボンさん、レイナさん、
スタプロジェクト、6団体みんなとこう一つのイベントを参加できたのがすごいありがたいなと思っております。なるほど、なるほど。確か2年前横浜赤レンガでしたよね。そうですね、赤レンガは5年前なんですよ。あれが5年前、2年前は横浜にぎわい座を、にぎわい座で、ちょこちょことやらせていただいて。なるほど、なるほど。まあ、にぎわい座と比べたら今回のキャパはありますからね。それは非常にドキドキしてたんですけれども、うん、まあ、でも会場に足を運んでくれた人たちのおかげでどうにか、はい、乗り切ることができたと思っております。あのニコプロ の、 あの視聴者の皆様の最後のアンケートも良かったがかなり良かったですね。本当ですか。はい、シークレットベースで、ね、今回あの初めてニコプロの方で放送させていただきましたけども、本当に評判が良くてですね、もうあの機会があったらちょっとまたやらせてください。あ、もうあの引きこもらないで表に表に出ていけるときは出ていきましょうよ。はい、ありがとうございます。もう何喋ってんか分かんないですけど、坂本選手この顔にちょっと表出てるんですからね。フィットで素晴らしいですね。素晴らしいことですよ。坂本選手素晴らしいですね。はい、というわけでございまして、はい、大谷慎二選手ね、はい、昨日01を決めまして、まあ、立場的には、ね、団体を引っ張る身としては同じじゃないですか、はい、ちょっと団体を引っ張る身として大谷選手にね、ちょっと、応援メッセージをちょっと送ってください。いや、誰も大谷さんからエール欲しいぐらいなんですよ。いや、でも本当に大谷さんのこの01には、はい、本当にいろいろ勉強させていただいてますね。なるほど。一つの大会で、はい、いや、もう面白いなと、本当客観的に見ても思います。大谷さんのあれですかね、フリーダムズの杉浦朝穂子さんでできたりとか、はい、やはりまあ体も大きい、自分たちにとっては体も大きい選手だし、はい、だからそれ自体がやっぱりもう自分たちからメジャークラスの選手たちなので、体の大きさが違うので、もリングの試合もそうだし、大会もそうだし、非常に勉強になりますので、なるほど、大谷さんにエールを送るではなく、勉強させていただいているので、なるほど、なるほど、そうですか。はい、そんな中、はい、大谷守備組のね、はい、勲章ですね、これね。あ、乗ってますよ、大谷さんもね。残念ですよ、連発しておりますよ。うまいですね。まさかどうせ、これ成仏しちゃうんですかね。このまま負けたら成仏しちゃうんですよね。成仏しちゃいますよね。セラ選手に乗り移ったまんまで今後行くんですかね。ということはセラ選手はずっとこのまま行くってことになりますよ ね、 ままね。あ、それはそれで面白いかもしれないですね。いいですね、セラ選手。なんかセラ選手はこの横浜プロレス祭り、はい、なかなかいろんな顔を見せてくれますね。そうですよね。いや、これもやる分にはいいんですけども、例えば開始のゴングが鳴ったのをこう明かすとかじゃなくて、一回行ってタッチしてもう一回出てきたらこれを取りましたからね、今ね。素晴らしい。あ、そう、素晴らしいですね。非常にオリジナリティ溢れるタイミングで素顔をさらしてさすがですね。いや、いいですね。あ、いい、いい文化ですね。あ、大谷さんの方がいい。さあ、ロングドロップ落としましたね。そしてもう一発、もう三発目いきますよ。素晴らしいですね。セラ選手は、初日の、はい、アイスリバンさんの時で、はい、ハードコアマッチやって、なんか、肘か肩かなんか、痛めたかなと思ったんですけど、でも、はい、もうあの、そんな感じは一切見せず、良かったですね。ねえ、腕つってたのちょっと、そうそう、腕つってたかなと思ったら、こうやって、ね、良かったですね。出てますからね。いやー、けど本当ね、初日にはハードコアやって流血までしてね。いやー、まさかの乗り移り。まさかのが乗り移って、お忙しい3日間ですよね、セラさんはね。おー、来た。まさかの。フレームインですよ。フレームイン、まさかの選手って言って、選手でいいんですもん。選手でいいです。はい。ちゃんとあの、大きい沖田さんも、あの、まさかの選手の入場ですと、こうですね。あ、そうですね、選手ですね。はい、選手には間違いないですね。シュリ選手ゼロワンさんに出るのも珍しいですね。珍しいですね。そうですね。うん、やっぱプロレス祭りだからこそ。ならではです。大谷さんのミックスのマッチっていうのも、やっぱり大事な気がするんです。そんなに回数じゃないと思いますよ。でもゼロワンさんの、これ、あの、あれですもんね、本興行になるわけです。はい、さあ、正面からいきますね、果敢に大谷慎二対し。ちょっと黙ってた。ああ、何を受けてますか、そちらは。そちらは何を受けてますか。コメントを通じて受けてる雰囲気を思います。はい、
あ、とりあえずニコ生のニコ生といえばこれコメントですね。そうなんですよ、ぜひですねタイムシフトをご覧になっていただいて、コメントもいろいろ参考になると思いますので、はいはい、いろんなご意見をいただきましたので、それをあのシークレット放送の今後に参考にしていただきたいので、はい、勉強させていただきます。あの再放送というかあのタイムシフトの放送ですね、はい、1週間限定で、はい、あの見ることができますので、はいはい、今日最終戦どうにか終えることができたので、はい、落ち着いたらもうはい、あのアクセスしますので、はい、ただですね清水さん、はいはい、あの日のセミファイナル、はい、清水さんが出てた試合ですね、はい、セミファイナル、ここをこれだけというとですね、はい、まあ、特殊な実況になってしまったと申しますか、はい、アイスリボンの筑紫選手に解説していただいたんですけど、はい、こんな感じで今自分が、はい、こういう解説を語ってるんですけど、はい、ちょっと筑紫選手があまりにも特殊な解説をしてしまった手前ですね、すごい気になるんですけど、皆さんにはちょっともしかすると申し訳ないことしたかな、はい、あの視聴者の皆様は大喜びだったんですけど、ね、はい、戦ってる選手の皆さんにはちょっとちょっと気まずいなっていうようなちょっと、解説になってしまったので、その辺ちょっと多めに見ていただければ、すごいなんかドキドキしてきたんですよ、はい、あの視聴者はあくまでも喜んでましたから、あ、はい、喜んでもらえるんだったらそれは良かったんじゃないでしょうか、ね、OK ですか、すいません、はい、寛大でありがとうございます、はい、すごい、それはちょっとタイムシフトでご覧になっていただければな、わかりました、はい、つくしの可愛さに免じてまいりません、まあまあまあそうですね、はい、あのなんか清水さん、はい、あのコメントを見てるとですね、はい、このタッグマッチとは全く関係ない鈴木秀樹という名前が先ほどからたくさん出てる、これってどういうことなんですかね、それはどういうことなんでしょうか、はい、鈴木秀樹さんはこの試合に全く絡んでないんですけども、確かになぜか先ほどから鈴木秀樹という名前がどんどん出ております、家臣、家臣で家臣さんも来てるんですか、あれやっぱりコメントで家臣さんも来てるからね、家臣さんも来てないですからね、お前鈴木だろ、秀樹じゃない。秀樹ですよ。秀樹ではないということで。さあ出てまいりました大谷新記録を。戻りましょう。まさかのでございます。ミックストタックマッチ。あ、ニールキック簡単に決めた。重爆ニールキック。そうですね。このニールキックは大谷さんの得意技でもございますからね。素晴らしいですね。浅野選手でも身軽なんですね。重量級に見える。身軽ですよね。本当にね。さあグレンマッチ乗ってる乗っている。マサカド選手はすごい悪いことをしたりしないんですか、するんですか、悪いこと結構あの今こう自分で撮ってもらってて、はい、なかなか結構クリーンな、そうですね、クリーンなファイトしてる、前身のデーモン上田さんの時は結構悪いことしてました、ああ、ああ、ああ、デーモン勝ったかったんですね、はい、マサカドになってからはどうなんですかね、いわゆるクリーンファイト、さあ今度は2人がかりの攻撃、まずはセラをローマに早く攻めていって、そして自分も行く、さらにセラが行く、正面からドロップキック、ぐらついた大谷慎二郎、さらにまさかのラリアット、いいコンビネーションですね、いいコンビネーションだ、セラ選手もいいですね、もうなんかあのペイントとなんかコスチュームがいいですね、これいいですよね、はい、いいですね、いろいろ混ざってしまってますね、混ざってるというか統一性がないというか どっちなのか分かりませんが、初めて見た人不思議な光景になってる、不思議な光景ですよこれは、さあ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 行くぞ行くぞ、シュリーが行く、ああしかしキャッチされてしまった、抱え上げて、もうアバランシュ行くか、アバランシュ行くか、あしかし大谷が、大谷がコーナー登ってるぞ、バックに着地、さあガラ空きとなった正面にサビキック吹き飛んだ、ガサガド、まさかの首を打ち取るか、はい、あ、ドラゴンスープレックス、いやー、清水さん、あー、清水さん、成仏しましたよ、これ成仏してしまった感じですか、この試合の中であの清水さんが唯一言った解説が成仏しましたね、お、すみません、その通りになりましたよ、すみません、頭ぼーっとしたまま来てしまいました、そりゃそうですよね、試合1試合終えた後ですもんね、すみません、急にドナドナされてきてしまったので、ドナドナされてしまったということで、さあ、試合の方は大谷慎二郎、首里組を勝利で終わりましたね、いやー、いいですね、素晴らしいですね、あ、大谷さんが正門を成仏させた試合。セラさんはセラさんのままでしたね。そうですね。うん、セラさんセラ選手いいですね。あのまさかのペイントをしても動き自体はセラさんのままでした。セラ選手でしたね。はい。いいですね。コスチュームがあのままっていうのも良かったです。そうですよ。普通あのペイントしてきたらコスチューム変えますよね。ねあのアイスリボンのホームの時は、うん、あれですね。稲葉勘九郎組と合わせた。はい、
極道のトリオになった。まだあっちの方が良かったですよね、今日やるとしたら、ね、いい姉さんぶりだったんですけど、はい、面白かったですね、見た目、まあね、清水さんに楽しんでいただければ何よりだったと思いますので、すみません、はい、ありがとうございます。いやいやいや、ちょっとまた解説頼むことがあるかもしれません、その時はとんでもないです、よろしくお願いします。はい、というわけでございまして、セミファイナルの、スペシャルゲスト解説はシークレットベース清水元嗣さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。なんか運営の方で何かあったんですか今？何かあったんですか？何かあったんですか？何もないです。あ、何もないと、はい、何もないと。別にここに鈴木秀樹さんがいたわけじゃないですよね。いないです。いないですよね。あ、はい。ありがとうございました。清水さん、ありがとうございました。はい。いや、全然良かったですよ。ありがとうございます。はい。さあ、てなわけでセミファイナルが終わりまして、いよいよ。プロレス、横浜プロレス祭り2015最後の試合となります。横浜プロレス祭り2015ゴールデンウィーク最終試合、弾丸ヤンキース対決でございます。田中将大、小畑優作対宮本優子、小高勇。なんでさっきから IGF 系の選手の名前がたくさん出てくるんですか、これ。僕あの実況に夢中でちょっと流れつかめてないんですけども。これは何ですか、ね、2015最終試合を行います。 IGF 系がやってくるから、それはあれじゃないですよね。さあ、メインイベント最初に入場してくるのはこちら、ヤンキー二丁拳銃、宮本優子、小高勇組です。さあ現在ゼロワンとそしてプロレスリングノアで活躍している田中将と杉浦隆の弾丸ヤンキースですが、弾丸ヤンキースのメンバーはその2人だけではございません。田中将と小畑優作、日高育と藤田ジュニア隼人、そして小高勇、宮本優子、杉浦隆、こちらが弾丸ヤンキースのメンバーでございます。そのうちの4人が一度に返すメインイベント、昨日横浜文化体育館で着用したこの黄色のコスチュームで入場してまいりました。そして続いてこちらも弾丸ヤンキースでございます、田中将と小畑優作組の入場です。リゲインカラーアタック、そうですね、黄色と黒のリゲインカラーですね、これはね。さあ入場してまいりました、弾丸ヤンキース田中将と大畑優作。横浜プロレス祭り2015の最後を飾るのはどちらのチームか、ヤンキー二丁拳銃か、それとも田中大畑優作組か。弾丸戦士田中将人が3日間の最後にコールされました。握手を返します、弾丸ヤンキース同士。握手を交わせで激しい試合が予想されます。
開始のゴングが鳴りました。2015年の横浜プロレス祭りの鳥はこの4人が務めます。さあ先発は宮本優子と小畑優作。まずは宮本がリストを取ります。昨日の大日本プロレス横浜文化体感大会で BJW にてデスマッチヘビー強座防衛戦に臨みましたが、アブドーラ小林の執念にやられ王座を明け渡しました。デスマッチヘビー強座を明け渡しての最初の試合となります。この日ヘッドロックで動きを止めます。オバタ足をすくってこれを切り返す宮本優子。さあさらにこれを切り返す小畑優作。目まぐるしい攻防が繰り広げられております。正面の幕がですね、ああ大きい行きましたかね、ちょっとアクシデントがありましたね。ああこれ、まあ、ニコプロのスタジオで発生するようなことが横浜ラジアントホールでも起きてしまいました。さあそんな中試合は続きます。田中雅人と小高勇。現インディペンデントワールド世界ジュニアヘビー級王者の小高勇、田中雅人とのマッチアップです。ダンダンヤンキースの設立メンバーであります田中雅人と小畑優作。さあこちらも先ほどの宮本優子小畑優作同様リストの取り合いとなります。田中が逆にタックルで跳ね飛ばす。この小高勇と田中雅人のマッチアップというのもなかなか見られないですからね、貴重でございます。なんといっても同じユニット弾丸ヤンキース、なかなか対戦する機会はありません。南京二丁拳銃として業界でのし上がってまいりました小高勇、弾丸戦士田中雅人、どういった試合になるのか。ヘッドシザース5月1日に行われましたフリーダムスの甲羅拳大会で負った傷、額に負った傷がかなり深いということで以降の試合をこのようにサポートして試合に臨んでおります小高勇、そこを狙われかねません。さあ頭を首より上を狙われると本能的に足を伸ばすのでしょう。セカンドロープ足を伸ばしました。田中雅人は小畑優作とタッチです。小畑と小高勇エルボーバット、体重では上回る小畑がその体重を乗せたエルボーを勇が放ちますが、しかし勇は気合で入れるエルボーを放ちます。さあガットショット、いや膝からフライングメイヤー、そしてサッカーボールキック。さあ勇の動きをフロントから首を取ることで止めました小畑優作ですが、それを担いで自コーナーまで持っていきます小高勇。名優宮本優子にタッチです。ネックブリーカーで小畑優作の後頭部を叩きつけました。ここはスリッパーホールドで小畑優作のスタミナを奪いにかかります宮本優子。
先ほどからコメント出てるんですけど、どうやら小高勇選手あれですね、車に跳ねられたと、4時間前のツイートでですね、車を壊そうとしたら車に跳ねられました、2年連続です、どうかしてます、今からゼロワンに移動します、間に合いそうだと。これ一体何があったんですか、勇さんは。これ車に跳ねられた試合中ですか、試合とは全く関係なく、いや試合ですかね、試合中に跳ねられたんですか、タカ代表に引かれた、タカ代表が、小高勇を車で跳ねたと、そういったことが今日昼間あったんですね。車に跳ねられてもプロレスラーは次の試合をやると。なんたるタフネスぶり。さあその車に跳ねられた小高勇がこのように出てまいりました。さあピッチャー、あーボディがガラ空き。さあ最近使っておりますこの野球のムーブを応用しております。この攻撃です。さあ右バッターボックスに立った、右バッターボックスに立ち、さあさあカットバス、イサミのコール、さあカットバスした、一塁を回った、二塁を回った、そしてサードベースも蹴った、ホームイン、セーフ、ランニングホームランです。1点追加、ヤンキー二丁拳銃。さあ他のスポーツをプロレスに応用した小高イサミのタッチを受けた宮本優子。野球では先頭を捉えた大場優作ですが、プロレスでは負けないとばかりに宮本優子に突っかかっていきます。わあ足を出した、すると宮本も熱くなって足を出す、わあここに勇が飛んできた、まさにこれは追突事故級の不意打ちのドロップキックです。さては先ほど車に轢かれたことをここでも応用しているのか小高勇、転んでもただでは起きません。横から入ってきた車のような動きでドロップキックを見せました。プロレスラーとは何でもかんでも応用しますね。あこれも横からの動きです、大畑優作。さあここでタッチを受けました、弾丸選手田中将人の登場です。宮本優子と田中将人、2人とも源流は FMW にあります。 FMW の早抜き田中将人に対し、 FMW から派生したダブルメイクで黒の黒としの産声を上げたのがこの宮本優子。まとめて顔面を打ちつけた、ヤンキーに条件上を分断に成功しました田中将人。スイング DDT か、スイング DDT、 ゴールカウント2で返す宮本。昨日 BJW にてデスマッチヘビー級王座から転落しました。ずるずると負けるわけにはいきません。1日でその流れを変えたいところです。この試合に勝って流れを変えたいところ。しかし相手は田中将人、一筋縄ではいかない。カウントスプリングエルボーで逆襲だ。宮本が張って勇にタッチ、スルスルスルとトップコーナーに上り、ダイビングクロスボディ、はい、ここは田中がコーナーにもたれかかる。勇は何をチョイスする、バックエルボー、セカンドからホームに直接行くような蹴りです。ピッチャーマウンドを通過してセカンドベースからホームイン。しかしグランバスターで投げたのは田中将人の方だ。さすがにパワーがある。さあタッチを受けた大畑優作、弾丸ヤンキースの中でどちらが生え抜き
設立メンバー同士のコンビが上か、それともヤンキー二丁拳銃の絆が上か、親友を決する戦いとなっております。おお、これは先をかわしてコーナーに控える宮本に蹴り、そしてこれは RKO バリに炸裂させました。一進一退の攻防が続いております。ダングヤンキース、ヤンキース同士のタッグマッチメインイベントです。二丁拳銃にダブルのドロップキックを放ち、一人と二人でゾウガーを落とした。さあ、おばた何を手にする。どうやらゾウガーに飛ぶようです。スワインダイブ式のクランチャー場外へ。これは良かったぞ。一人で二人を投げ倒しました。場内は大畑へのプチャントが発生しております。イサミの方をリング内に入れます。さあ、ここはチャンスだぞ。大畑トップロープ最上段、しかしこれはガラ空きとなったボディに左のパンチを入れました。小高イサミ、ナダル式ブレンバスターを狙う、ナダル式ブレンバスターを狙う。小畑が踏ん張る、ディフェンスシーン、ヘッドバット、これは傷口だぞ、傷口だぞ。あ、そしてサポーターが取れた。ガードしているヘアバットが取れて、そしてミサイルキック。5月1日に大きな痛手を負った勇美だけに、そして今日の昼、車で跳ねられた勇美だけに、小畑、勝つことができるか、これはある意味チャンスだ。逆に言えば、車に跳ねられた人間に負けるわけにはいきません、小畑優作。エルボー、小畑もエルボー。さあ、小畑が、ああ、しかし押されてしまう、押されてしまう。コーナーにもたれかかる小畑優作。蹴りもカットされ、おっと、固定してのドラゴンスクリューだ。そしてショーン・キャッチャー。飛びつき、さあ、左肘行く前にジャンパーで投げるが、これをバックに着地。イサミ足が来ました。顎の先端にヒープ、そして宮本優子にタッチいたします。やはりこの辺の流れはヤンキー二丁拳銃の方が上なのか。あ、しかしバックドロップ、いけない、いけない、いけない、くるくる回ってコブラツイスト、コブラツイストに行きます。イサミが田中をカット、イサミはマンジだ。マンジとコブラの二重走、ヤンキー二丁拳銃、マンジ固めとコブラツイスト、アブドミナルストレッチ、あばら折りで大畑優作を攻め込む宮本優子。さあ、大畑はロープに逃げようとするが、まだロープは遠い、ロープは遠い。少しずつ近づいて、ようやくセカンドロープに到達いたしました。田中正人は救出に入ることができず、さあ、ここも2人がかりの攻撃だ。ヤンキー二丁拳銃、ダブルに口差し、そして二丁拳銃決まった。さあ、ここが踏ん張りどころです。田中が思わず入ってきた。カウンターのラリアット、そしてイサミにもラリアット。さあ、これで流れを変えることができたか。試合権利を持っている大畑が田中の援護を受けて、串刺しのダブルに。さあ、先ほど自分が2人にやられた技を1人でやり返しました。低空のドロップキック、串刺し式、フロントネックチャンスリードロップ、田中がスーパーフライ、岡村ジャントフォールの天井に突き抜けそうなスーパーフライランディングに、あー、カウントするギリギリ。しかしここはチャンスだぞ。さあ、小畑優作何を出す。トップコーナーに登ります。ここからカウント
った中腰となった宮本のガラ空きの背中に2位を、ダイビングストスタンプを落として、しかしここにこれまたガラ空きとなった背中にイサミのダイビングリードロップ。さあここだここだ、田中の弾丸エルボーににやりと笑う小高。イサミ弾丸か、それともイサミの気合か。弾丸対気合、弾丸対気合、おお気合が上回ったか。もう一発、さあ左右のエルボー、これは珍しい、ローリングエルボー、これはイサミとしては珍しいぞ。田中将人意識したか、ブレームバスター気合で持っていく。どちらも引きません、身体の攻防が繰り広げられております。横浜プロレス祭り最後の最後の試合、どちらがこのメインイベントを制すのか。だんだんヤンキース対決、ホラースキックから突進するが、おーっとイサミが場外の田中に飛び過ぎだ。リング上は宮本優子、コードブレーカーで動きを止めた小畑優作、しかし低空ドロップキック。さあラ・マキストラル来るぞ、宮本マキストラル、形は崩れたがメインに丸めてもカウントすると返す小畑優作。そしてハリアさんが弾んだ、小畑の顔が弾んだがカウント2、小畑優作の頭が弾んだがカウント2。しかしここは勝機です、ランキング挑戦時勝機、田中のことはイサミがカップしている、ボディースラムでセットし、宮本がムーンサップが違う、バルキリースプラッシュ、バルキリースプラッシュからスリーカウント。最後はバルキリーでした。スリーカウントをダッシュしたのは宮本優子、ヤンキー二丁拳銃、弾丸ヤンキース対決は宮本優子、小高勇組の勝利です。いやー、小畑もね追い込んだんですけどもね、二丁拳銃を攻略するまでね至りませんでした。勝機に田中将人をきっちりカットして、その間に宮本優子が小畑優作を仕留めました。ヤンキー二丁拳銃快勝でございます。コメントの方がここから聞き取れませんので、コメントで流していただければと思います。その電流爆破やらないかと二丁拳銃がね指名を受けてるんですよね。これは実現に向けてまた前進しましたかね。
電流爆破、逃げも隠れもしないと宣言いたしました宮本優子。さあここに同じ弾丸ヤンキースのメンバーである日高郁人が加わり、どうやらヤンキース5人でポーズでございます。これは何のポーズなんですか。これは日高選手のこのポーズは一体何なんですかね。これね、義乳特選隊、義乳特選隊のポーズがああいうポーズなんですね。ハヤト選手もね、弾丸ヤンキースなんですが、本日みちのくプロレスの仙台大会出ておりますので、ハヤト選手はこの中に入ることができません。ドラゴンボールの、なるほどなるほど、ドラゴンボールの義乳特選隊のポーズということですね。はい、私もドラゴンボール世代ではもうないので、その一つ前の世代でございますから。はい、というわけでございまして、横浜プロレス祭り2015ゴールデンウィークも無事6大会終了いたしました。はい、最後を締めたのはプロレス祭り01でございました。いい6大会だったということでございますね。さあ、本日の大会に関しまして、今私の隣に座っている方、何かあるようでしたらコメントを流していただきたいと思います。ありがとうございましたね。はい、というようなコメントをいただきました。本日のゼロワンの、締めとしてはこれでございます。リンゴは早く取らないとダメになってしまいます。これが締めの言葉でございますね。はい、というわけでございまして、それでは本日行われました、お、なんだなんだ、まだ、あ、抽選会があると。参加いたしました6団体のそれぞれの代表が、リングに上がりまして、6団体でご覧になった方へのこれ抽選ですか。代表同士が、ああじゃんけんをしておりますね。はい、投資券を買った方に何かが当たると。何が当たるんでしょうか。リンゴでも当たるんでしょうか。お、これはいいですね。出場全選手のサインが入ったパネルですよ。早速それでは初日ラッキーでございますのはシークレットベース引いていただきましょう。これいいっすね。代表、さあよろしいでしょうか。はい、それではマイクをすみません、鈴木選手のサインが入っていることこれあれですね。鈴木秀樹さんのサインも入ってるんですかね、これはね。はい、読み上げたらちゃんと書いたというよろしいでしょうか。はい、なんとなく読めます。お名前、マキオさん。何でもかんでもお金がかかります。マキオさん、はい、マキオさんどうぞ。はい、いらっしゃいませ。そうですけど、ね、はい、それでは耳に上がっていただきましょう。おめでとうございます。持って帰るのはでかいですけどね、これは世間にこう自慢しつつ持ち帰っていただきたいと思うわけでございます。さあ、それではどんどん行きましょう。さあ、塩瀬代表も聞いていただきます。さあ、マキオさんには、はい、それではジャンケン負けてしまいました、ヒラリー・クルキ選手から、はい、差し上げていただきたいと思います。はい、3日間最初に当たったのがマキオさんという方でございます。そしてもう一人は、はい、おめでとうございます。その方は発表さんでしたね。はい、次の方が原武則さん。はい、原さん、はい、原武則さん、いらっしゃいませんでしょうか。はい、おめでとうございます。なんと昨年はですね、もう一回り行動が大きくて電車に持っていくのが恥ずかしいということで、なんと受賞した方が出てこなかった。それではこちらは修理選手から、はい、ジャンケンに負けてしまいましたが、修理選手から渡していただきましょう。はい、おめでとうございます。どうぞ拍手していただきまして、はい、おめでとうございます。そして最終は大谷選手です。お願いいたします。はい、そしてもう一枚ありますね。八谷さん、八谷さん、長男選手は、ね、当選者ですからね。意図的に、はい、女性を選ぶわけにはいきません。八谷さん、はい、ありがとうございます。
それではこちらは、はい、佐々木隆史代表から渡していただきましょう。考えてみれば本名がさらさらなわけですよね。世界中に全国放送で、ああ、音が落としてくれた。最後はこの後の終了でございましょう。フリーダムス代表佐々木隆史代表、お願いいたします。さあ、抽選も終わりまして、横浜プロレス祭り3日間の最後はフリーダムス代表佐々木隆史が締めるようです。プロレス楽しかったです。3日間で6大会、ね、横浜ラジアントホールで3日間で6大会、ね、全部見てくれた方もいらっしゃいました。いろんなプロレスがあったと思います。さっきはね、ゼロワンの翼の最後のメインイベントのすごい熱い熱い男のプロレスを見せてくれました。我々フリーダムスも気の狂ったデスマッチをさせていただきました。見てないんですかね、あの霊女スプロレスさんのルチャビリビブ、ルチャビリブで参りました。頑張れよ、頑張れよ、ね、俺寝てねえんだけどね、頑張りますよ。それからね、アスカプロジェクトさんもね、今度ガラスとルチャリビリブで参りましたね。シークレットベースさんは何が見ましたひどいな。シークレットベースさんもね、すごい熱いプロレス見せてくれました。ありがとうございます。そして初日、初日を務めたアイスリボン、ね、この高校1年生のね、ルミちゃんがなんとチャンピオンとして立派なプロレスを見せてくれました。3日間、いろんなプロレスが見れると思います。いろんなプロレス、プロレスがたくさん、いろんな楽しみ方があります。皆さん、プロレスが大好きですか？大好きですか？よし、じゃあこの大事な言葉をみんなで一斉に叫んで、この横浜プレス祭りを締めようじゃありませんか。いいですか、皆さん。皆さん、ではご起立ください。皆さん、ご起立ください。最後までは皆さん、心を一つに叫びますよ。僕がアイラブって言いますので、皆さん一緒に右手を引き上げながら、あ、そうですね、すいません佐藤さん、この6大会に出場していただいた選手の皆さん、リングに上がってください。はい、それでは関係選手の皆さんの方は、ありがとうございます。幸せになっていただきます。さあ、選手の皆さん、リングに上がってください。はい、ありがとうございます。加西純選手、そして寺門選手、そして藤田選手、林選手、そして岡崎選手、さあ、藤田美濃選手も、横山芳和選手も、さあ、大畑優作選手も、田中真理選手も、藤田美濃選手も上がっております。そしてさあ、進行でございます。寺門一選手も、そして前澤選手も、杉井選手も上がってくれました。さあ、みんな上がりましたか？大丈夫ですね。では、この俺ら、私はプロレスが大好きなんだという気持ちを込めて、この右手をしっかり握りしめて、僕のアイラブという言葉などにみんなでプロレス、これで最後締めようになりませんか？いいですか、皆さん。いいですか、皆さん。急に前のフライカーをちゃんと考えるんですよ、僕は。いいですか、みんなで、ね、一緒に心を一つで叫びますよ。僕がアイラブ、みんなでプロレス、いいですか？はい、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 新人毎回。昨日デビュー戦車ばっかなんですよ。こういう新しい人間もどんどん出てきます。これからプロレス界、僕らの力でもっともっと面白くします。だから皆さんもこのプロレスをもっともっと好きになって、もっともっと応援して、みんなでプロレス界を盛り上げていきましょう。いくぞ、いくぞ、マジでいくぞ。心一つにアイラブ。おお、来ましたね、コメントの方もね、ダーッと流れてまいりました。はい、3日間のフィナーレはアイラブプロレスの合唱で閉じられました。Thank you.
はい、3日間6大会、使用していただきましてありがとうございました。それぞれの、ね、団体のカラーが出て、楽しめた3日間だったと思われます。はい、それではですね、3日間を振り返る前にまず、本日の、ベストバウト、こちらの方を選びたいと思います。はい、第1試合からメインイベントまで6試合が行われました。ジュニアにある 3way マッチ、そしてから、くるみ選手が大きな男子相手に、突進していきました。ジン・ウィンガン選手が全く、力にならなかった第2試合、そして、第3試合、鈴木秀樹選手、が1人で、勝ったような試合でございました。篠瀬選手にとっては悔しさが残るタッグマッチでした。第4試合、インターナショナルライトタッグ選手権試合、チャンピオンチーム菅原拓也ブラザーヤッシーが防衛に成功いたしました。第5試合、ミックストタッグマッチ、セラリサ選手の、狙っている方向性が全くわからないまま終わってしまったセミファイナルでした。そしてメインイベント、弾丸ヤンキース対決、最後は、宮本優子が小畑優作にフォール勝ちし、ヤンキー二丁拳銃の勝利と終わったメインイベントでした。果たしてどの試合が皆さん一番来たかと。まあ本当先ほどからコメントでも出てますけど、3日間の MVP はくるみ選手っていうのはこれはいろんないですね、本当にね。この6大会すべて出た選手はくるみ選手とウィンカー選手なんですけども、全く評価が分かれたという形になりましたね。同じ全試合出場したにもかかわらず。はい、それでは見てみましょう。本日のベストバウトはこちらです。どうぞ。お、メインイベントが約半数ですね、 48.7% ということでございまして、田中雅人、小畑優作対宮本優子、小高勇が01横浜ラジアントホール大会のメインイベント、ベストバウトでございました。2位がやっぱくるみ選手が頑張った第2試合ですね。なるほどなるほど、平井くるみ選手の頑張りが評価されて第2位だと思われます。それ以外の何者でもございません。そして3位がセミファイナルですね。はい、セラリーさんの明日はどっちだという、そういうセミファイナルでございました。以上でございます。はい、それではですね、なんすか、あ、なるほどなるほど、はい、今年は6大会が行われました横浜プロレス祭りでございますけども、まあ、これだけ皆様に楽しんでいただけたということで、おそらく来年も開催されるでしょう。まあ、ただし、アイスリボンがね、来年は横浜文化体育館に進出するということでございまして、ちょっとあの参加するかどうかちょっと今のところわからないんですけども、仮にまあ横浜文体に進出するということで参加しないにしても、じゃあ代わりに、ね、どの団体が入って、また新しい、ね、団体が参加するかもしれませんので、まあ、これは本当バラバラ感があった方が面白いんじゃないかなと思うわけですね。はい、そうですね、まあ、頑固プロレスとか、あるいはヒートアップとかね、あるいはガッツワールドとかも入ったら面白いんじゃないかなと思いますしね。はい、あとあれね、あのなんだっけなんだっけ、ゴジャッペプロレスとかね、ゴジャッペプロレスを横浜で見たりとかすると面白いかもしれないですね。頑張れプロレスとしてエントリーする、エントリーとか参加するのもいいかもしれないですね、確かにね。はい、まあ、一応あの東京近県の団体が中心となっております。あまりローカルになるとね、なかなか東京に来るだけで大変でございますので、なかなか難しいとは思いますけども、果たして来年横浜プロレス祭りが行われるのか、あるいは行われた場合はどの団体が参加するのかと、そういったものを1年後の楽しみに待ちたいと思います。はい、そんな感じでお届けしてまいりました3日間、5月4日、5月5日、5月6日の貴重な貴重なゴールデンウィークをニコニコプレスチャンネルの生放送をご覧になっていただきありがとうございました。初日と3日は、実況及びコメンタリー実況鈴木健でやらせていただき、2日目の夜のレイナ女子プロレスは、僕がいないのを、木月葵選手に助けていただいたということでございまして、3日間、それぞれの楽しみ方ができたんじゃないかなと思います。
はい、来年も、ニコニコプロレスチャンネルの方で生放送ができたらいいと思いますので来年を楽しみにしていただきたいと思います。3日間ありがとうございました。ニコニコプロレスチャンネル、明日は、通常水曜日に放送しておりますニコプロ1週間を放送いたします。ゴールデンウィーク中に行われました主な大会の試合リポートを、佐藤正明編集長そして高山芳弘さんとやりたいと思いますので明日もニコニコプロレスチャンネルをご覧ください。コメンタリー実況は鈴木健でした。ありがとうございました。